新生ローマ帝国は現在のドイツオーストリアチェコイタリア北部を中心に存在していた国家。9世紀から10世紀に成立し1806年まで続いた。西ローマ帝国の後継国家を称した。中世以降は国号にドイツ国民のが加えられ、ドイツ人国家としての性格を明確化したが、 同時に国家としての統一性は境外化し、分立するドイツ諸法の形式的な連合体へと変質していった。神聖ローマ帝国は、ローマ教皇に指示された皇帝を認めた、中近世国家、あるいは地域である。西暦800年のカール大帝大観を始まりとする。理念的には古代ローマ帝国と一体であり、また、カトリック教会を含む概念でもあった。 教会と教皇の守護者である皇帝は最高権威を教皇と二分し、皇帝の権威は教会を通じて西洋全体に及んでいた。しかし、皇帝の実権は封建制の下で制限され、皇帝を直接の君主とする地域は962年のオットー一世大観をもってドイツと北、イタリアなどに限定された。さらにその中でも諸公や都市は、 領地支配における特権を拡大していき、300以上に分裂した、教会領、合領、合領、伯領、帝国自由とし、その多少貴族の領地は半ば独立した生体となった。新生ローマ帝国の名称は、こうした分裂傾向が強まった1254年からの、もので、それまでは単に、ローマ帝国、帝国と呼ばれていた。 近世の神聖ローマ帝国は皇帝を君主とする、地域に限定しても、複数の民族から構成される、国家連合に近いものとなり、末期にはナポレオンによって、北、イタリアへの総主権すら失い、実質的にドイツ連邦となり果てていた。帝国の全体像を把握することは困難となり、フランスの哲学者ボルテールは、歴史哲学を論じた、 諸国民の風俗と精神についてにおいて、近世の神聖ローマ帝国を、神聖でなく、ローマでなく、帝国でないと国評した。日本では通俗的に962年の夫を一世大官を、神聖ローマ帝国の始まりとみなし、高等学校における、世界史教育もこの見方を継承している。しかし、ドイツの歴史学会では、 西暦800年のカール大帝大化後、神聖ローマ帝国の始まりとするのが一般的である。帝国史は三つの時期に区分される。すなわち、である。ローマ帝国期は、ギリシャのローマ皇帝に対抗できる力を持ったカロリング朝、フランク王国の国王カールが、西暦800年にローマ皇帝に退官されたことで始まった。歴史学上の用語で、 カロリング帝国と呼ぶ。領域は、当時のカトリック世界ほぼ全域にわたり、古典古代とカトリック、ゲルマンの文化的融合が推進された。しかし843年のベルダン条約と870年のメルセン条約で、フランク王国は東、西フランク王国と北、イタリアに分割された。その後も定位はイタリアを舞台にして争われたが、924年に、 皇帝、ベレンガーリオが暗殺されると帝国から皇帝はいなくなった。帝国期は962年に東フランクの夫を一世が皇帝となって帝位を復興したことで始まった。皇帝はイタリア王と東フランク王を兼ねた君主で、1032年からはフランス南東部のブルグント王も兼ねた。帝国の政治的中心は東フランクであり、 11世紀以降の東フランク王は、ローマ王を称した。ローマ王は、ゲルマン王国の伝統に基づいた、選挙王政の形式で選出されていたが、ザクセニアサ、ザーリアーアサ、ホーエンシュタウフェン朝のいわゆる三王朝時代では、事実上の世襲が行われた。実際に選挙原理が働くのは、王党が断絶した、非常時だけだった。ローマ王は、 ローマで教皇から退官しなければ皇帝と名乗れず、そのためドイツ諸皇を率いてイタリア半島へたびたび遠征した。皇帝は独立性の強い諸皇に対抗する手段として帝国内の教会を統治機構に組み込んでいた。10世紀から11世紀にかけて皇帝権は教皇権に対して優勢であり、歴代皇帝はたびたび腐敗した。 教皇庁に介入した。だが、教会改革運動が進展すると皇帝と教皇の対立が引き起こされた。11世紀後半から12世紀にかけての女人権闘争で皇帝は敗北して、親権を失い、教皇の権利が皇帝を上回った。この間に諸公は特権を拡大して、両方支配を確立した。1254年に、 応援主体フェン長が断絶すると20年近くも、王権の影響力が空洞化する大空位時代となり、諸侯への文言下がより一層進んだ。神聖ローマ帝国の国語は大空位時代から用いられ出した。大空位時代後の13世紀から15世紀にかけて、ローマ王位はほとんど接収されず、異なる家門から国王が選ばれる朝約選挙の時代となった。 1356年に皇帝カール4世は金印直承を発布し、ローマ王はドイツの有力な7人の選定校による選挙で選ばれると定めた。選定校には裁判権、貨幣駐造権等の大幅な自治権が与えられた。15世紀半ばからはオーストリア大公のハプスブルク家が定位をほぼ独占した。 マクシミリアン一世一世の1495年から行われた帝国改造によって神聖ローマ帝国は諸行の連合体として新たな歴史を歩むこととなった。ローマ王は教皇から直接提冠を受けなくてもローマ皇帝を名乗ることを許され、同時期にドイツ国民の神聖ローマ帝国という国号が定められた。この頃までには皇帝のイタリア王権、 ブルグンと王権は失われていた。ドイツ国民の神聖ローマ帝国期の16世紀皇帝カール5世はイタリア戦争でフランスやローマ教皇と戦いイタリアにおける覇権を手にした。しかし同時期に始まった宗教改革によってドイツはカトリックとプロテスタントに分裂した。宗教紛争は 最終的に皇帝を中心とするカトリックの敗北に終わり、アウクスブルクのアギによりプロテスタント信仰が容認されるとともに、両方の独立性がさらに強化された。それでも宗教対立は収まらず、1618年から始まった30年戦争では、ドイツ各地が甚大な被害を受けた。1648年にベストファーレン条約が締結されて、 戦争は終結し、全諸行に独自の外交権を含む大幅な両方貢献が認められた。一方で平和的な内紛解決手段も整えられ、諸行の協力による帝国の集団防衛という新生ローマ帝国独特の制度が確立することとなった。しかしこのベストファーレン体制も18世紀になると諸行間のバランスが崩れることで形外化し始めた。 その中で台頭してきたのは、プロイセン王国で、18世紀初頭でのスペイン継承戦争で帝国の兵力はプロイセンに頼っていた。プロイセンは1740年からのオーストリア継承戦争で皇帝のハプスブルク家と決定的な対立関係となった。ハプスブルク家は外交革命で長年の宿敵だったフランスと同盟し、 1754年からの7年戦争で、プロイセンと、相対した。1792年に、フランス革命戦争が勃発すると帝国は、ナポレオン・ボナパルトの侵攻を受け、イタリアとライン側ワ勢が事実上、フランスに併合された。1804年に、ローマドイツ帝国と解消した帝国は300以上、あった諸侯を40前後に統合、整理した。 しかし新たに生まれた中規模諸侯たちはナポレオンに従属するライム同盟を編成した。すでにオーストリア皇帝フランス一世を称していたローマ皇帝フランス二世は1806年にドイツ帝国解散を宣言した。こうして中世から続いた帝国は完全に解体され終焉を迎えた。新世ローマ帝国期古代ローマ帝国の光景を称し、 その名称は時代とともに幾度も変化した。もともと彼らは古代ローマ帝国やカロリング帝国の継承国を辞任していた。カロリング帝国はローマ帝国の継承国を辞任しており、必然的に神聖ローマ帝国の名はローマ帝国から受け継がれた体験を継承した帝国であるということを標榜していた。そして定位にふさわしいと評価を得たものが、 ローマ教皇により、ローマで退官され、ローマ皇帝に即位したのである。しかし、ボルテールの、神聖でなく、ローマでなく、帝国でないの言葉に代表されるように、この国家は、神聖の定義や根拠が曖昧で、ローマ帝国と称してはいるが、現在のドイツからイタリアまでを領土としていてもローマは、含んでおらず、さらに、帝国を名乗りつつも、皇帝の力が、 実質的に及ぶ領土が半然としない国であった。また、同時代に古代ローマ帝国の後継を称した国としては、15世紀中期まで東ローマ帝国が存続していた。当然のことながら、東ローマ帝国側は新生ローマ帝国がローマ帝国であることを認めず、その君主がローマ皇帝であることも承認しなかった。一方、 神聖ローマ帝国側でも、東ローマ皇帝のことを、ローマ帝国であると認めず、コンスタンティノープルの皇帝、ギリシア人の王などと呼ぶようになっていた。時代が下って1933年に、ナチスが政権を握ると、彼らは自らを、第三帝国と呼び習わしたが、これは神聖ローマ帝国、ドイツ帝国に次ぐ、第三のドイツ人帝国という意味である。 現在の国の輪郭と神聖ローマ帝国の領域の、ヘンセンプロイセンブランデンブルクザクセンプファルツ、ネーデルラントボヘミアバイエルンオーストリアシュバーベン、シュタイアーマルクブルグンと、スイスミラノローマ神聖ローマ帝国の領域は、今日のドイツ、オーストリア、チェコ共和国、スイスと、リヒテンシュタイン、オランダ、ベルギー、ルクセンブルクそして、スロベニアに加えて、フランス東部、北、 イタリアそしてポーランド西部に及んでいた。帝国は当初、東フランク王の地、ローマ王権イタリア王が皇帝に退官されて成立した。したがってその領域は、東フランク、すなわち現在のドイツから、北、イタリアにまたがっていた。また9世紀末から10世紀に、ドイツ王に侵入していたボヘミアは1158年に、大公から王国へ昇格し、 帝国が消滅するまで、その一部であり続ける。1032年に、ブルグン島王国の王家が断絶すると、1006年に、ブルグン島王レドルフ3世と、ドイツ王ハインリヒ2世の間で結ばれていた、取り決めにより、ハインリヒ2世の後継者、コンラート2世が、ドイツ王、イタリア王に加えて、ブルグン島王も兼ねることとなった。ブルグン島王国は、 現在のフランス南東部にあった王国であり、これにより、新生ローマ帝国の領域は南東フランスにまで拡大した。13世紀半ば、皇帝不在の大空位時代を迎えて皇帝圏が揺らぐと、イタリアは次第に帝国から分離した。ブルグントにはシャルルダンジュをはじめとするフランス勢力が入り込んだ。イタリアの諸都市は実質的に独立を得ていき、後にはやはり、 フランスが勢力を伸ばそうとした。皇帝位を世襲するようになったハプスブルク家は北、イタリアからフランスの勢力を撃退し、この地域の支配を確立するのであるが、それは北、イタリアが再び帝国の制度に編入されたことを意味するのではない。北イタリア諸法は帝国クライスに属さず、帝国議会にも出席していない。ただし、近年の研究では帝国と 北イタリアの結びつきについて再評価も行われている。また、1648年のベスト・ファーレン条約の結果、エルザス・ロート・リンゲンのいくつかの都市がフランスに割上され、スイスとオランダが独立した。この3地域は帝国から分離したのであり、北イタリアと同様、もはや帝国の制度外の地域となった。その後も、 フランスのエルザス・ロート・リンゲンへの進出は続き、神聖ローマ帝国が消滅する1806年までに、この地域のすべてが帝国から脱落することとなった。800年、カロリング朝のフランク・オーカール一世が、教皇レオ三世によって、ローマ皇帝として退官された。5世紀末に、西ローマ皇帝が絶えた後も西欧は、ローマ帝国の祭祀として存在していたが、ここに、 ローマ帝国の最域にローマ皇帝が復活したのである。この帝国は公的にはローマ帝国であるが、現在の歴史学では西方帝国、西ローマ帝国、フランク帝国、カロリング帝国など様々な名前で呼ばれている。この帝国はフランク王国の最終段階とされる場合もあるが、あくまでローマ帝国の皇帝を フランク王が兼任していた時代に過ぎず、カールの大幹以降も、フランク王国単体とフランク王国を含む、ローマ帝国全体とは、それぞれ異なるものとして区別されていた。カールの大幹は建国ではない。この帝国は中世西欧における古代ローマ帝国の連続体であり、カールは大幹によって、すでにあったローマ帝国の皇帝位を受け継いだに過ぎず、 何らかの帝国組織や帝国制度を創出したわけではなかった。また、フランク王国にしても、カロリング朝より、前のメロビング朝の時代から、すでに存在しているし、カロリング朝にしても、カール大帝の代までにはすでに、フランク王国の支配者となっており、フランク王国を、当時の大国に育て上げたのは、大帝の祖父であるカール・マルテルであり、カロリング朝最初の王は、 父のピピン賛成であった。カールの体感の意義は、西洋がコンスタンティノープルの皇帝に理念的にも従属しなくなったということであり、またローマ、ゲルマン、キリスト教の三要素からなる、後に神聖ローマ帝国と呼ばれる概念が誕生した瞬間だということである。しかし843年、ゲルマン人の風習である分割相続が元で、フランク王国は分裂した。 分裂した、フランク王国は一度統合されるものの、888年に、カール三世非満帝が死去すると、再び分割され再建されることはなかった。フランク王国の分裂は、フランス、ドイツという国家の始まりでもある。なお、フランク王国分裂後も、名ばかりの定位を、イタリア王が得ていたが、924年に途絶えた。 西ローマ帝国の衰退とフランク王国395年、地中海世界の全域を支配する世界帝国であった古代ローマ帝国は東西に分割された。東ローマ帝国ではその後も1000年以上、ローマ皇帝による支配が続いたが、西ローマ帝国では蛮族が侵入して、自らの王国を建てていった。七十六年にはとうとう本土イタリアが失われ、 西ローマ皇帝位も廃止された。ガリア北部では、ローマ人の軍司令官が支配するソワソン管区が残っていたが、486年にメロビング朝、フランク王国のクロービス一世によって滅ぼされた。フランク王国は、ガリア全域を支配下に入れ、分裂と統一を繰り返しながらも強大化していく。メロビング朝、フランク王国の末期は、 救済が王国の実権を握っていた。救済とは、本来は王家の火星を取り仕切る、いわば出自長に過ぎない。しかし、フランク王国では、王家の火星上の指示と公務の区別が、曖昧のまま救済が、行政、裁判、戦争に参加する権限を持ち、事実上の国王となっていた。8世紀初頭のフランク王国は、東のアウストラシアと、 西のネウストリアに分かれており、両方に救済がいた。アウストラシアでは7世紀半ばに、カロリング家による救済職の接襲が、ほぼ確立していた。カロリング家のカール・マルテルは715年に、アウストラシアの救済となり、718年には32歳前後で、フランク王国全体の救済となった。カール・マルテルは、フランク王国における軍事、 内政両面の制度を整えた。トゥールポアティエ間の戦いで、ウマイア朝のイスラム軍の侵入を防いだことで名高い。この頃、アラビア半島を統一して国内が落ち着いた、ウマイア朝が領土拡大を開始していた。北アフリカからジブラルタル海峡を越えて、スペインに侵入し領土とした。兵団を確保し、道路を整備し、徴兵制度を整えた、ウマイア朝軍は、 イベリア半島の西ゴート王国は滅ぼした。ウマイヤ朝は720年にはピレネー山脈を越えてフランク王国にまで進出してきていた。732年、ウマイヤ朝は大規模な北上を開始し、現在のフランス中央ブロアール川流域にまで迫った。カール・マルテルは厳しく訓練された重層不評の密集体系によって敵称を打ち取った。しかしこれは、 決定的な戦況の変化には結びつかなかった。ウマイヤ軍は、ラクダや馬などの騎兵をうまく運用することにより、重装不評の弱点であるスピードでもって、優位を持っていたからである。また、旅重なるイスラムの聖戦活動により、連度の高い選手たちは、カール大帝よりも優位に戦闘を進めるに至った。しかし、突如として、ウマイヤ軍は、撤退を開始した。 理由は明かされていないものの、政治的な理由か、巡礼月が近かったからなどの説がある。カール・マルテルは、圧倒的な劣勢から、ヨーロッパのイスラム侵略を防衛した英雄となる。結果、西ヨーロッパへのイスラム教徒の侵入は、イベリア半島で止められた。内政面では、王国全土の3分の1を占めていた、教会領の没収を強行して、国を守る騎士に対応した。 封建制度の基礎を作ったのである。これは、馬屋町に比べて、馬の数が少ないフランク王国における騎兵を常備させるためである。希少な馬を育て、騎兵とて国家が運用するために編み出したのが、この府県制度であった。これにより、再度イベリアからのイスラム圏の侵略に対応しようと、した。だが代償として、カロリング家と教会との関係は悪化してしまった。 741年にカール・マルテルは55歳で死去し、750年には息子のピピン三世が36歳前後でフランク王国全土の実権を握る救済となった。救済となったピピンは、まずカール・マルテルが悪化させた教会との関係を修復した。751年、ピピンはローマ教皇ザカリアスの指示を受けた上で、 フランク族の貴族たちによって王に選出され、メロビング朝の王キルデリク三世は敗された。754年から755年、ピピンは教皇の支持への見返りに、イタリアの大部分を支配していたランゴバルド王国と戦い、イタリア中心部のラベンナを奪って、教皇ステファヌス二世に献上した。ピピンの時代には、カトリック教会とカロリング朝の結びつきは強くなり、 フランク王国を神の国とするような関連が見られ始める。768年にピピンは52歳で死去し、息子のカールとカールマンが、それぞれ26歳と17歳前後で後を継いだ。その後771年にカールマンが創生したので、以降カールが単独で王国を支配した。カールの生涯の大半は、制服業で占められていた。 46年間の治世の間に53回もの軍事遠征を行った。北ではザクセン族、南ではランゴバルド族、西ではウマイアーサ、東ではバイエルン族やアバール人と戦った。他にも西のブルターニュや北のフリース族と戦った。カールはフランク王国の領土を最大に広げ、800年にローマ皇帝として体感されることになる。 ローマ帝国復興カール時代のフランク王国774年、カールはランゴバルドの首都パビアを占領し、自らランゴバルドをイコールイタリア王となった。中世イタリア王国の始まりである。北イタリアは事実上、フランク王国の一部となった。カールはさらに父ピピンの例に倣って、中部イタリアの地を強行に寄進した。しかし南イタリアは、 ランゴバルド族の支配に止まり、ランゴバルド族の支配が終わっても、フランク王国や神聖ローマ帝国に組み込まれることは、なかった。また、カールは772年から30年にわたる、ザクセン戦争を行い、異教を守って最後まで抵抗を続けた、ザクセン人の国家も、フランク王国の一部とした。こうしてカールは、イギリス、アイルランド、イベリア半島、 イタリア南端部を除く西ヨーロッパ世界の政治的統一を達成し、混乱した西ヨーロッパ世界に安定をもたらしたので、ある。ジャン・フーケ、カールの大観797年、東ローマ帝国で英霊名が皇帝コンスタンティノス6世を追放し、ローマ皇帝史上初めての女帝を名乗った。この女帝即位は、帝国の西部では戦勝として認められず、ローマ皇帝位は、 空位の状態であるとみなされた。そこで、教皇レオ三世は、800年12月25日、バチカンのサンピエトロ大聖堂のクリスマスミサにて、58歳のカールをローマ皇帝として退官した。これ以後、カールは、自らの公文書において、それまで用いていた、ローマ人のパトリキウスの称号を改め、ローマ帝国を滑る皇帝と署名するようになった。 この体感については、当時カールに仕えていたアインハルトが、レオ三世とカールとの間には認識の差があったとして、もし、前もって体感があることを知っていたら、サンピエトロ大聖堂のミサには出席しなかっただろう、というカールの言葉を伝えているが、現在の歴史学においてこれは事実とは、考えられていない。少なくとも、カールは、 自身の体感については事前に知っており、また皇帝への就任にも意欲的であったろうことがいくつもの研究によって示されている。レオ三世は前年の799年に反対派に襲われてカールの下に逃げ込んだことがあったが、カールへの体感はレオ三世を助けたことへの報酬でもあり、強行権の優位の確認でもあり、東ローマ帝国への対抗措置でもあったのである。 この教皇による大観は16世紀まで帝国にとっての伝統となった。カールがローマ皇帝に大観された後もコンスタンティノポリスの皇帝はカールの皇帝称号を戦勝であるとして容易に認めようとはしなかった。カールは自らの皇帝称号を帝国東方でも承認させるためコンスタンティノポリスの宮廷使者を送った。 コンスタンティノポリスの女帝、エーレーネーからは、彼女との結婚による、ローマ帝国の統一が提案され、この申し出に、カールも乗り気であったが、間もなく、エーレーネーがクルデターによって失脚したため、この縁談は実現することがなかった。しかし、エーレーネーの死後の八百十二年に、ようやく両者の間で妥協が成立し、カールが、南イタリアの一部と商業の盛んなベネツィアを、 東ローマ皇帝領として譲り渡す代わりに、東ローマ皇帝ミカエル一世は、カールの定位を承認した。ただ、この時にも東ローマ側としては、ローマ人の皇帝は、コンスタンティノポリスの東ローマ皇帝のみであるとしており、カールには、ローマ人の皇帝ではなく、フランクの皇帝としての地位しか認めていない。これは、後の第一次ブルガリア帝国の皇帝使命を一世。 などに対しても同様である。西欧的立場から見るならば、カールの体感は大きな意味を持っていた。これまで地中海世界で唯一の皇帝であった東ローマ皇帝に対し、西ヨーロッパのゲルマン社会からも皇帝が誕生したからである。ここで、ローマ教会と西欧は、東ローマ皇帝の創主権下からの政治的、精神的独立を果たしたと評価されている。 814年に、大抵は71歳で死去し、存命だった、唯一の息子ルートビヒ一世が35歳前後で、後を継いだ。帝国分裂フランク族には、領土相続権を長子のみに与えるのではなく、分割相続させるという慣習が存在した。この慣習は明らかに統一国家維持の理念と相反していた。ピピン三世にも、 カール大帝にも共に国土を分割した兄弟がいたが、共同王たちは隠居するか創生するかしたため、王国は早いうちに一人の王の支配に戻った。カール大帝の三人の息子たちにも、フランク族の伝統に従って、分割相続する手はずが整えられていた。しかし兄二人が、相次いで大帝に先立ったため、末帝のルートィヒが全てを相続したのである。 そして、ルートビヒ一世経験ミカドの知性に分割相続の問題点は一気に噴出した。ルートビヒ一世経験ミカドは分割相続と統一国家維持の妥協点を見出そうとしたが、自らのわがままで台無しにして帝国を混乱させた。まず817年、39歳前後の経験ミカドは帝国性美令を発布。 22歳前後の長男ロタール一世には、共同皇帝の地位と、帝国本土を、20歳前後の次男ピピンには、アキテーヌを、13歳前後の三男ルートビヒには、バイエルンを与える分割統治案を定め、文献的統一王国の創出を図った。しかし823年、経験ミカドが45歳くらいの時に4男カール二世が、誕生してしまった。経験三は、 カール二世を出来合いし、この末帝にも、領土を与えることを決めた。三兄弟は激しく抵抗し、3度にわたって、反乱を起こした。経験帝は妥協と、前言撤回を繰り返しつつ、隙あらば、カール二世に領土を与えようとした。三兄弟も、経験帝を二度範囲に追い込んだが、怪獣されたり、兄弟間で仲違いしたりとまとまりがなかった。 838年に、次男ピピンが41歳前後で死去。840年に、経験カドも62歳前後で死去した。しかし、父という共通の敵がいなくなったことで兄弟の、領土をめぐる対立は頂点を迎えた。ベルダン条約による分割ロータール一世の第二、とうとう帝国は解体した。841年。 フォントノアの戦いで46歳前後の皇帝、ロタール1世、37歳前後のルートビヒ2世、18歳のカール2世の三者が改戦。帝国全土を領有戦とする皇帝に対し、ルートビヒ2世とカール2世は同盟を結び、皇帝軍を撃破した。843年8月10日、ベルダン条約が結ばれて3人の兄弟それぞれが、 フランク人の王であることが確認された。これをもって帝国は、カール2世特等王の西フランク王国、ルートビヒ2世ドイツ人王の東フランク王国、そして皇帝の中部フランク王国に分裂した。ロタール1世の定位は保たれたものの当在、両フランク王国に対する、総主権は失われた。855年9月29日、プリウム修道院にて、 皇帝は60歳前後で死去した。30歳前後の長男ルートビヒ2世に、皇帝の称号とイタリア、20歳前後の次男ロタール2世に、ロタリンギアとブルグン島北部など、10歳前後の三男カールに、プロバンスとブルグンと南部などが分割相続された。こうして、中部フランク王国が3分された結果、フランク王国は5つにまで分裂してしまった。 ルートビヒ2世は、イタリアの一部を支配したのみで、帝国全体に皇帝としての権威を示すことは、できなかった。863年、マッテイ・シャルルが18歳前後で相続人なく死去した。シャルルの医療は、皇帝と弟ロタール2世の間で分割された。皇帝は、プロヴァンス王位を獲得して、イタリア王国に併合した。六十九年には、 ロタール2世も着出死がないまま34歳前後で死去した。しかし、この時の皇帝はイスラム軍との戦いのためにイタリアから離れられなかった。この隙にロタール2世領はメルセン条約により、叔父のドイツ人王と特等王の間で分割されてしまった。皇帝にはイタリアのみが保たれ、現在のフランス、ドイツ、イタリアの原型が形作られた。 875年8月12日、皇帝本人も着しなく50歳前後で死去。イタリア王国及び、ローマ皇帝位は、教皇ヨハネス8世の支持を得た、カール王が52歳で獲得した。カール2世は、帝国の再統一を目指した。西、フランク、イタリア、帝位を手に入れたカール2世は、残る東フランクも併合しようとした。 876年に、兄のドイツ人王が72歳で死去すると、アーヘン、ケルニエ侵攻。しかし、同年10月8日、すでに40歳前後の壮年に達していた、ドイツ人王の子たちにアンデルナ派の戦いで敗北した。翌877年、反対勢力の鎮圧のため、イタリアに入ったものの、ドイツ人王の長男である東フランク王カールマンの、 大軍がアルプスを越え近づいてきたため撤退した。その帰国の途中サボアにて54歳で死去した。この類二世が30歳前後で西フランク王を継いだが、イタリア王国は47歳くらいのカールマンが獲得した。二年後、カールマンは病を得て体が不自由になり、弟ルートビヒ三世とカール三世肥満王に、 それぞれ東フランク王位とイタリア王位を譲った。翌880年、カールマンは50歳前後で死去。同年、新たな東フランク王ルートビヒ三世は、父とおじが分割していたロタリンギアをすべて、リブモント条約で東フランクに編入し、父の代からの領土相続争いを収集させた。一方、881年2月21日、 イタリアをカール3世は、ローマにて42歳前後で皇帝として退官された。カール3世は分裂していた帝国を相続によって一時的に統一した。882年には47歳前後で死去した、兄ルートビヒ3世の医療を相続し、東フランク全土を手中に収めた。西フランクでも、ルイ2世が879年に32歳前後で死去し、 後を継いでいたカルロマンも884年に着しなく18歳前後で死去した。このためカール3世は西フランクをも相続した。全フランクを相続したカール3世だが、この時期にヨーロッパへ侵攻していたノルマン人、イスラム教徒そしてマジャール人に対処する力量がなかった。887年にヒマンは廃位されてしまい、 翌888年に49歳前後で死去すると帝国は再度分裂した。帝国はバイキング撃退に功績があったロベール・ケルドの西、フランク、カールマンの諸子アルムルフの東、フランク、プロヴァンス公母ソの維持で、カール3世の養子だった、ルートビヒ3世のプロヴァンス、在地領主のルドルフ1世が国王となった、ブルグンと 経験三角の外孫ベレンガーリオ一世のイタリアに分かれた。この後、カロリング帝国が再統一されることはなかった。帝国の衰退947年の神聖ローマ、帝国カール三世の死後、教皇によって退官された皇帝はイタリアのみを統治する状態になった。イタリア内外の地方領主が、イタリア王位とローマ皇帝位をめぐって争った。 分裂した帝国は、北から、ノルマン人、東から、マジャール人、南のシチリアや、北アフリカからは、イスラム帝国に攻撃され防衛面でも苦しんだ。888年の帝国分裂において38歳前後で、イタリア王となっていた、ベレンガーリオ一世は、すぐに、スポレートコ・グイードにとって変わられた。891年、グイードは皇帝にも退官された。 グイードはイタリアを事実上に噴火して、ベレンガーリオ一世と争った。892年、皇帝は、息子のランベルトを、後継者として、共同定位につけることに成功した。しかし、教皇が代替わりしてフォルモススとなると、対立関係になった。教皇は、東フランクをアルヌルフをイタリアに呼び寄せた。 45歳前後のアルヌルフは、イタリアを征服することに成功して896年12月に皇帝として退官した。アルヌルフは、イタリアを長く支配することはできなかった。夕町のため東フランクに帰還することを余儀なくされ、マジャール人の信仰に苦慮しながら3年後の899年に50歳前後で死んだ。東フランクは、 着死のルートビヒ4世が6歳で王位を継承した。イタリアではグイード親子がすでに病死していたため復権することはなく、ベレンガーリオ1世がイタリア王として復位した。しかし、イタリアにも侵入してきたマジャール人に王は大敗してしまった。家臣及び政敵からベレンガーリオは王として不適格であるとみなされ。 成人して20歳前後になっていたプロバンス王、ルートビヒ3世が900年のパビアでの議会で王に選ばれた。ルートビヒ3世は抵抗するベレンガーリオ1世を破り、901年に教皇から皇帝に退官された。ルートビヒ3世は東ローマ帝国と連携して、帝権を増そうとした。九百年頃、東ローマ皇帝の娘、アンナをめとり、生まれた子供に、 西ローマ皇帝のカール大帝と、東ローマ皇帝のコンスタンティヌス大帝にちなんだ、シャルル・コンスタンティンと名付けた。しかし間もなく、ベレンガーリオ一世の反撃に遭い、905年には目を潰されて、プロヴァンスに追い返された。皇帝位は敗され、プロヴァンス王国もまたいとこで、同年代の摂政を遊具に乗っ取られた。イタリア王位を取り戻した。 ベレンガーリオ一世は915年、ローマからイスラム教徒を追い出した功績により65歳くらいで皇帝に退官された。老帝ベレンガーリオ一世の権力は、イタリア北部にのみ影響を及ぼしたに過ぎなかった。退官の数年後、再び皇帝に不満を抱く勢力が結成され、彼らは、ブルグンと国王ルドルフ二世に支援を求めた。 923年6月23日、皇帝は決定的な敗北を喫した。皇帝はマジャール人に支援を求めたが、このことで国内の支持者からも見放された。924年4月7日に皇帝は暗殺された。70代半ばであった。元皇帝派はルドルフ2世を受け入れることもなく、925年に45歳前後と、 なっていたプロバンス政ユ遊具王に選んだ。ルドルフ2世は926年にイタリアから撤退した。遊具はマジャール人撃隊にかなりの成功を収めたが定位を得ることはできなかった。しかしこの時代にしてはかなり安定してイタリアを収め931年には5歳前後の息子ロタール2世を後継者として共同を王位につけた。 王はさらに親族に権力を与え、東ローマ帝国とも関係を築こうとしたが、これによって多くの敵を作った。945年、王は敵対する、イブレーア辺境白ベレンガーリを2世に敗れ、プロバンスに陰性した。そして947年に70歳弱で死去した。イタリアに残された息子ロタール2世も950年に24歳前後で、毒殺された。 50歳前後のベレンガーリオ2世は19歳前後の息子アダルベルトと共にイタリア王として退官した。前王を毒殺した容疑により親子の政治的地位は弱体化していた。そのため新王は前王の未亡人でルドルフ2世の娘である18歳前後のアーデルハイトに息子アダルベルトとの結婚を強制しようとした。アーデルハイトは監禁され、 ドイツ王夫一世に救援を求めた。この事件が、ドイツ王と、イタリア王を兼ねる皇帝が君臨する、帝国成立の契機となる。ドイツ王国の成立ハインリヒ一世イタリア王、ベレンガーリオ一世が治めていた時代の911年、東フランク王国ではルートビヒ四世が死死なく死去し、カロリング朝が断絶した。ゲルマンの風習により、貴族による選挙で王が決められた。 王に選ばれたのは、フランク人の貴族である、コンラート一世だった。こうして、コンラディン朝が始まったものの、918年に、コンラート一世が着手なく死去したため一代限りで、断絶した。後を継いだのは、ザクセン人のハインリヒ一世であった。ハインリヒ一世によって、ザクセン朝が始まったことにより、王権は、フランク人の手を離れた。このため、 東フランク王国は単に王国と呼ばれるようになり、その王も単に王とのみ呼ばれるようになった。国語すらはっきりとしない王国は100年以上の時間をかけて、やがてドイツ王国と呼ばれるようになり、帝国を構成する三王国の一つとして位置づけられることとなる。一般的には、コンラート一世の即位をもって、カロリング朝の東フランク王国から、 独自のドイツ王国へ転換したとされる。ルートビヒ四世洋道王は、不王、アルヌルフが死んで、王位継承をした時点で6歳前後であり、貴族たちによる、摂政団が組織された。摂政団は、マジャール人の侵入に苦しめられ、907年以降には、東方の領土が壊滅して、摂政2名を失っている。 西フランク王国の援軍を得て、アルプス山脈北側の高原でようやくマジャール人を撤退させた。911年、ヨード王はわずか17歳前後で死去した。死死がなく、東、フランクのカロリング町は断絶した。貴族による選挙が行われ、王位は、アルヌルフの外孫であるコンラディン家のフラン健康ン、コンラート一世が30歳前後で継承した。 こんなあと一世若王は国内の統制をうまく取ることができなかった。東フランク王国はフランケン、シュバーベン、バイエルン、ザクセン、ロートリンゲンといった部族交領の連合国家となっていたが、まずロートリンゲンの貴族たちが西フランク王シャルル三世を自分たちの王として擁立した。結局、ロートリンゲンは西フランクに奪われて若王は統制勢力を弱めた。 912年からは、ザクセン公ハインリヒ一世と対立することとなり、シュバーベンやバイエルンとの折り合いもつかず、内戦となった。918年、若王は、死の床にあった。王国の分裂を防ぐため、最も強大な勢力である宿敵作戦公ハインリヒ一世を、あえて後継者に指名した後、37歳前後で、没した。 ハインリヒ一世保長王は解体しかけていた王国を再統一した。919年、フリッツラーの会合で40歳前後のハインリヒ一世は、ザクセン人とフランク人によって、新国王に選出され、ザクセン朝が開かれた。保長王はまず、シュバーベンとバイエルンに進攻して侵入させた。921年に、西、フランクの単純王は、 補長王同格の東フランク王と認めた。その後、西フランクが混乱状態に陥った925年、補長王は若王時代に西フランクに奪われていたロートリンゲンを奪回した。東方ではマジャール人に対する城塞を整備し、さらにスラブ所属を制圧した。イタリアではやはりマジャール人対策で功績を上げた遊具の知性であり、 帝国全体で投票への防備が充実してきている。929年、補聴王は王令を出して、次男の夫を後継者に指名した。その際に王権と王国の単独相続を定め、フランク王国以来の均等相続の原則を否定した。936年7月2日、補聴王は狩りの最中に、 卒中で倒れ、年齢弁の応急で60歳前後で死去した。生前の指名通り、23歳の夫一世が、後を継いだ。962年、ドイツ王権イタリア王夫一世が、西方帝国の継承者として皇帝に退官された。この退官が、一般的には神聖ローマ帝国の始まりとされる。しかしながら、当時は、 神聖ローマ帝国なる名称は存在せず単なる帝国だった。夫一世の体感によって新たな国家が誕生したわけでもなく、同時代の意識としてはあくまでもカール大帝からの連続としての教会の保護者そして西洋世界の普遍的支配者たるローマ皇帝であった。ゲルマンの風習を残す宣教制であったが、 中世世紀の三王朝時代では事実上の世襲が行われた。帝国はドイツとイタリア1032年からはブルグン島を加えた三王国からなり皇帝は三つの王位を兼ねていた。初期ドイツ王国は南西部のシュバーベン、南東部のバイエルン、中央部のフランケン、西部のロートリンゲン、北部のザクセンといったゲルマン部族公領,領の連合であった。 加えて、東方の国境付近には防備の必要上マルクという軍事地区が設置されていた。イタリアでは、大位と定位をめぐる争いがなくなり、コムーネと呼ばれる都市国家軍に分裂していた。ブルグンとでも、かなりの自治が認められて10前後の両方へと分裂していた。西方帝国の問題は分割相続と封建制度による非中央集権的な社会にあったが、 ザクセンワサはこの問題をある程度解決させた。まず、夫一世の父ハインリヒ一世は分割相続を否定し国家の分裂を防いだ。そして夫一世は地位を世襲しない聖職者に注目し帝国内の教会を官僚組織として統治機構に組み込んだ。これによりパリ周辺しか実行支配できていない。 フランス王権と比べてはるかに強大な王権が実現した。しかし皇帝が教会の人事権を握る事態は教会からの反発を招いた。皇帝と教皇の争いが続き、諸皇たちも両派に分かれて争った。歴代皇帝は教皇とイタリア都市国家を牽制するため、大冠式を兼ねてイタリアに侵駐した。カノッサの屈辱受験以降、 皇帝権は徐々に弱まっていき、法圏主体帝王断絶とともに、帝国の統治機構は崩壊した。夫を大帝の大官オッ夫を大帝像、マクデブルク夫を一世は、ドイツ王とイタリア王を兼ね、ベレンガーリオ一世以来40年ぶりに皇帝に大刊されて、帝位の世襲にも成功し、帝国境界政策とイタリア政策という初期帝国の二つの柱となる。 政策を確立した。936年にドイツ王に即位した、夫一世は、優和的だった父と異なり諸公に強圧的な態度を取った。不満を持ったフランケン公バイエルン公ロートリンゲン公は、王のイボアニと弟を旗印に反乱を起こした。イボアニは戦死したが、弟は許され、イゴアニの片腕として、忠誠を尽くした。 反乱の平定後、王は公をすべて近親者にすげかえた。皇陵をすべて王族の支配下に置くことで王国の統一を図り、国内を固めようとしたのである。951年、夫一世は前年に死んだ、イタリアをロターリオ二世の未亡人、アーデルハイトの救援要請を受けた。ロターリオ二世は原イタリアをベレンガーリオ二世に毒殺され、アーデルハイト自身は、 ベレンガーリオ2世の息子であるアダルベルトとの結婚を、強要され、監禁されているというのである。38歳の夫を一世は、イタリア遠征を観光して、ベレンガーリオ2世を破った後、19歳のアベライデと結婚した。そして、彼女との婚姻関係に基づき、ロターリオ2世の権威を受け継ぐ正当なイタリア王となった。ベレンガーリオ二世親子はこの時は許され、 オットーの強立王として、イタリアの支配を委任された。しかしこのイタリア遠征の際に21歳の王太子シュバーベン公リュードルフが父に反発して、先走ったため、親子間に亀裂が走った。953年、王太子は、義系のロートリンゲン公コンラート赤毛公をはじめとする諸公と共に、大反乱を起こし、王は危機に陥った。時同じくして、 マジャール人が侵入し、王はこれを逆手にとって、マジャール人の侵入は王太子の差し金であると宣伝した。危機感を持った諸侯は王に侵入し、王太子と赤毛公の反乱は鎮圧された。マジャール人に対しても王は955年のレヒフェルトの戦いで対勝して、その脅威に終止符を打った。この戦いで赤外交は大きな功績を上げながらも戦死し、 最後の忠誠を見せた。赤毛校のザーリアー家は、以後厚く用いられ、赤毛校のひ孫である、コンラート二世は、ザーリアー朝を起こすことになる。ここに来て、王は、近親者による統治という政策の脆弱さを知り、教会勢力と結びつくことにする。司教や、修道院に所領を寄進して、特権を与えて、世俗権力からの保護するとともに、 司教の任命権を握って、聖職者の忠誠を受け、国家行政を聖職者に委ねるのである。これを帝国教会政策と言い,い、初期帝国の根幹となった。960年、イタリアでは若く世間知らずな教皇ヨハネス12世が、無謀な教皇領拡大に乗り出して、ベレンガーリオ2世の反撃にあっていた。教皇は王に救援を要請した。 翌961年に王はイタリアへ遠征してベレンガーリオに生親子の共同王位を正式に廃位した。教皇を救った王は962年2月2日にローマにおいて教皇によりローマ皇帝に退官した。大帝は新たに教皇領を寄進したが同時に皇帝に忠誠を宣誓してからでなければ教皇職には除任されないと定めた。 反発した、ヨハネス12世は敵対していたはずのベレンガーリオ2世と組、組東ローマ帝国やマジャール人とすら提携しようとした。しかし、教会内部からの告発により、ヨハネス12世は大抵によって廃位された。以降の、約100年は、皇帝権が教皇権の上位に立ち、教会は、帝国の官僚機構として利用されることとなる。973年。 オットー大帝は60歳で死去し、アーデルハイトとの子である18歳前後のオットー2世が後を継いだ。帝国教会政策の強化10から11世紀の帝国の領域。オットー1世時代コンラート2世時代、オットー大帝以後の皇帝たちは、ゲルマン、ローマ、キリスト教の3要素からなる帝国の基本理念を確立させていった。一方、 ピピンの寄進に始まる教会の世俗領主下は教会を堕落させていた。歴代皇帝は、教会の後期粛清を理由とした改革によって、教会人事を掌握していき、ついには、教皇の罷免選出すら自由にしていった。とはいえ、あくまでも、教会の堕落を食い止めることが目的であり、そうでなくては、諸公や、市民の支持は得られなかった。 夫2000石帝は帝国各地の反乱に苦しんだ。父が存命時の961年に6歳前後で、ドイツ王に973年には18歳前後で皇帝に退官していた石帝だが、即位からほどなく重帝のバイエルン公ハインリヒ2世、0 0原価が反乱を起こした。同時期に西フランクからの亡命王子、シャルルの扱いをめぐり、西フランク王、 ロテールと戦って、パリへ進撃した。喧嘩港と、西、フランクを退けた980年末に、石堤は、至高なる、ローマ人の皇帝の称号を用いて、イタリア南部への遠征を行ったが失敗した。983年、ドイツ北東部のノルトマルクで起きたバルトスラブ人の、放棄への対応に乗り出そうとした矢先、マラリアにより28歳前後で死去。 この夫三世がわずか三歳で王位を継いだ。結局、ノルトマルクは帝国からしばらく失われた。また、夫二世の死から4年後の987年、西フランク王国でカロリング朝の王類五世が死去した際、亡命王子シャルルは無視されてカペイ朝が成立した。シャルル唯一の男子、オトンに着手はなく、カロリング朝の男系子孫は、 完全に途絶えた。夫を三世、夫を三世は古代ローマ帝国の復興を夢見た。三歳で即位した直後に喧嘩校が復権して王位を狙ったが、母、テオファヌが摂政となって南極を乗り切った。テオファヌは東ローマ帝国の皇族出身であり、ビザンティン文化を持ち込んで息子に大きな影響を与えた。また、王国の安定に尽くした。 テオファヌの死後、994年に神聖を開始した王はイタリア沿線を観光。ローマの反乱貴族を退りけた後、自らが建てた教皇グレゴリウス五世により、996年に15歳で皇帝に退官された。イタリアに泊まった皇帝は古代ローマ様式の宮殿を新たに造園したり、東、ローマ風の祭祀を行ったりした。 しかし1002年1月23日に死去、21歳の若さであり、結婚直前の死であったため着死はなかった。そのため、ザクセン朝唯一の断権子孫となっていた、ケンカ公の子が、ハインリヒ2世として29歳で即位した。ハインリヒ2世制定は、帝国教会政策を強化して、諸公の力を抑制し、帝国統治の用となした。 即位した王はまず諸皇の侵入を受けるため、ドイツ国内を巡行、ついでイタリア遠征を行って1 0 4年には、在地貴族が独自に建てたイタリア王アルドゥイーノを下した。また、同時期に、ボヘミア公国を帝国に併合している。1014年には40歳で皇帝として退官した。聖帝は普遍的なキリスト教帝国としてのフランク王国の復興を目指しており、 教会の守護者として、教会改革に取り組んだ。改革自体は、高潔なものだったが、教会の反発を招くことにもなった。1024年、聖帝は51歳で着しなく死去。ザクセンアサが断絶したため、オッペンハイムに、聖俗諸公が集まって、国王選挙が行われた。夫を大帝の外野社語で、かつ大帝を救って戦死した赤下校のひ孫が、 コンラート2世として33歳前後で国王に選ばれ、ザーリアー朝が開かれた。コンラート2世の時代に帝国は半島を拡大した。即位後は、聖帝と同じく、ドイツ国内の巡航とイタリア遠征を行い、1026年に35歳前後で皇帝として退官した。1032年9月、ブルグント・オールドルフ3世が死死なく死去した。 制定時代の1006年に結ばれた条約に従い、皇帝は、ブルグンと王国を相続した。つまり皇帝は、ドイツ王、イタリア王に加えて、ブルグンと王も兼ねるようになった。古代ローマ帝国の名称で言えば、帝国は、本土イタリアとゲルマニアに加えて一部とはイエガリアも、領有するようになった。このためか、ローマ帝国の国名が、公文書で用いられ始めている。 1039年、皇帝は48歳前後で死去し、このハインリヒ3世が21歳で後を継いだ。ハインリヒ3世クロミカドの時代が帝国の最盛期である。クロミカドは皇帝大観前から自ら、ローマ王を名乗り、国王即位時点で地盤のフランケン皇領に加えて、シュバーベン皇位、バイエルン皇位も手に入れていた。ロート・リンゲンも即位後に掌握し、 唯一基盤のない作戦でも多数の王室直轄地を作り出して城塞を築いた。1046年より国王はイタリアへ遠征してローマ教皇庁に介入した。当時のローマ教会は聖職売買や私婚が横行して乱脈を極めていた。ハイン・リヒ3世は見苦しい権力闘争を行っていた3人のローマ教皇を罷免し自らが任命した。 クレメンス2世によって29歳で皇帝として退官された。その後も聖職序任権を握り、教会改革派のドイツ人聖職者を次々と教皇位につけていった。1056年に38歳で死去。このハインリヒ4世が後を継ぐが、わずか5歳であったため王権は弱体化した。助任権闘争ハインリヒ四世はミカドから受け継ぐ、はずだった王権を追い求め、 教会と争って破滅した。歴代皇帝の教会への介入は、教会の堕落を食い止めるという正当性があった。教会が黒見角に、教皇の助任権まで握られたのは、自業自得であった。しかし傲慢なハインリヒ四世は改革派が、教会内に対等している状態で教皇と、正面から対立してしまった。その結果、皇帝は、教会の守護者としての家に、 真剣的提権という取り返しがつかないものを失った。ハインリヒ四世はわずか5歳で、ローマ王となったため、知性当初は母アグネスが摂政となった。しかし1062年、12歳になった王は、ケルン大主教やバイエルン公オットーフォンノルトハイムを中心とした諸公に誘拐されてしまう。誘拐した諸公の間でも、権力闘争が続き、 幼種は諸公たちの清掃の具となる。多感な時期に放置された、少年王はわがままで頑固な性格となってしまう。1065年に15歳で成人した王は、王権の強化を目指して、諸公と対立した。自分をないがしろにした諸公への復讐である。まず自分の後献人ということになっていた。ハンブルク司教アダルベルトを追放し、バイエルン王夫からも行為を剥奪した。 その後、父の黒見角が作った、ザクセンの王室直轄地を取り戻すために努力したが、出身地のザクセンに戻っていた夫を中心に、ザクセン貴族は反乱を起こした。1073年に始まったザクセン戦争は、1075年に、国王側の解消に終わって王権は復活したかに、見えた。一方、教会では、クリュニー修道会改革派が台頭していた。 教皇グレゴリウス七世は世俗権力からの脱却と聖職者の後期粛清を目指していた。そしてローマ教皇庁は南ドイツ諸皇を通してザクセン貴族とつながっていた。1075年、教皇は俗人による聖職者助任を禁止する教皇直書を発した。王は反発し、ミラノなどの諸都市で既存の司教に対して自分の息のかかった司祭を 対立指教に立てるなど、教皇に対して、露骨に挑戦した。これは、教会の堕落とは、関係がない端なる政治的行為であった。ローマ王とローマ教皇は激しく争い、王は不倫の修文をもとに、教皇の敗位を宣言するが、教皇も王を破門した。カノッサの屈辱、エド・シュワイザーが強権的な王を嫌うドイツ諸侯は、これに喜び、破門斜面が得られなければ、 国王を廃位すると決議した。王は窮地に陥り、政治的支持を失っていることに気づかされた。そして1077年、北イタリアの可能サで教皇に斜面をこう屈辱を強いられた。教皇はここで許してもいずれ反撃されることは理解していたが、高潔な聖職者を志す立場上、波紋を解かざるを得なかった。波紋は口実に過ぎなかった諸皇は、 国王の姉婿で、シュバーベン公のルドルフを、対立王に立ててなおも抵抗し、教皇も支持した。しかし1080年10月15日、エルスターの戦いで、王はついに勝利を収めて、ルドルフを戦死させた。シュバーベン公位は、王の娘婿であるホーエンシュタウフェン家のフリードリヒ一世に与えられた。教皇による、 サイドの波紋は意味をなさず、王はイタリアへ遠征して、イタリア王としても退官した。4年に及ぶ戦いの末に、教皇はローマから追い出された。王は自ら立てた、対立教皇クレメンス三世によって33歳で皇帝として退官された。教皇グレゴリウス七世は亡命地のされるので失意のうちに死去した。それでも教皇庁は屈服しなかった。 外交の名手である強固ウルバヌス2世は、南ドイツと、北イタリア一帯を味方に引き入れ、さらに1093年には、皇帝の長男コンラートをも寝返らせた。なお、ウルバヌス2世は、第1回十字軍の派遣を呼びかけて、名演説を行った人物としても有名だが、帝国はこのありさまであったので十字軍には、不参加である。皇帝は1098年に、 コンラートを拝着して12歳のジナを後継者としてローマ王に選出させた。ハインリヒゴセイである。しかし、ハインリヒゴセイも、また教皇との和解を望み1105年に父を捕らえて、幽閉してしまう。皇帝は脱出して、息子と戦うが、翌1106年に55歳で死去した。父の死去時、ハインリヒゴセイは19歳であった。 ハインリヒゴセイはその知性で女人権闘争を終結させた。とはいえ、なかなかスムーズにはいかなかった。王は1110年より、ローマ遠征を決行し、一旦は国王有利のボンテマンモロ協約を結んだ。この時、王は25歳前後で皇帝に退官された。しかし、ローマ教会はドイツに引き上げた皇帝を、すぐさま破門。 父と同じく、ザクセンの反抗勢力に苦しめられた皇帝は、1122年に、教皇カリストス2世との間で、ボルムス協約を成立させた。皇帝は、後位聖職者の序人権を放棄し、領土の十分権のみを止めるという内容で、構想は、皇帝の敗北で終わった。実のところ序人権放棄自体は名目のみであったが、教会領は、 帝国権威の従属者ではなくなり、徐々に帝国政治体制における独立した諸侯と化すことになる。1125年、ハインリヒ5世は38歳で着死なく死去し、ザーリアー・は断絶した。国王選挙が行われ、ザーリアー・の宿敵である、ザクセンコ・ロタールが50歳で、ドイツ王に選出されてズップリンブルク・朝を開いた。ハインリヒ5世は、 協力的であったおいで、ホーエンシュタウフェン家のシュバーベンコーフリードリヒ2世を、後継者にと望んだが、叶わなかった。強硬派と皇帝派の対立上人権闘争によって、親権を失った帝国は、強硬と皇帝という二つの頂点を持つことになった。ザーリアー朝断絶後、ズップリンブルク朝の皇帝ロタール3世は強硬に、侵入したが一代で耐えた。そこで、 ロタール3世に対抗していたホーエンシュタウフェン家がザーリア朝の流れを組む新王朝となった。ロタール3世のシュタウフェン家との争いは娘婿のベルフ家に引き継がれた。ホーエンシュタウフェン朝とそれに対抗するベルフ家の主導権争いは長く続いた。イタリアでは両家の争いが皇帝派と強硬派という都市、国家間の争いに変化し、 15世紀末まで続いて、諸都市を分裂させている。皇帝の権威と権力は保たれ続けたが、あくまでも、法塩主タウフェン朝皇帝たちの個人的な有能さによるものであり、制度的な体権は、教皇との争いで弱体化の一途をたどった。一方、フランスでは1180年に即位した、フィリップ二世尊厳王によって王権の強化が進み、 ドイツとフランスの力関係は逆転しつつあった。ロタール3世は、先帝存命時に皇帝を無視した半ば独立した、勢力は誇ったが、国王即位後はすぐさま逆の立場に立たされた。王と対立するシュタウフェン家は、当主の弟、コンラートを対立王に擁立し、1127年より軍事衝突に入った。王は、シュタウフェン家を抑え込んだ後、 ローマ教会の要望で南イタリアのシチリア王国に遠征した。その過程で1133年に58歳前後で皇帝に退官され教皇に侵入した。しかし、シチリアを打倒できぬまま、1139年に62歳で死去。着手なく、ズップリンブルク朝は一代で断絶した。皇帝は自身のザクセを継ぐことになる娘婿。 ベルフ家のバイエルンコハインリッヒ10世を後継者に臨んだ。しかし国王選挙ではシュタウフェン家のコンラートが返り咲いてコンラート3世として45歳前後で即位した。ここに帝国全土を巻き込むシュタウフェン家とベルフ家の対立が始まりイタリアでは皇帝派と強硬派の構想となる。コンラート三世は法円シュタウフェン朝の基礎を築いた。その知性は ベルフケとの内戦から始まった。ベルフケのゴーガン公は、コンラート三世の即位を認めず、王もゴーガン公のザクセンバイエルン行為没収を決定したため、ベルフケとシュタウフェン家の戦争となった。ゴーガン公は捕獲されて2年後に死んだが、戦争は続き、結局はゴーガン公のこのハインリヒシシ校に、ザクセン校のみ返還した。その後、1147年には、 第2回十字軍へ参加して大敗した。軍事面では冴えない王だったが内政面では皇帝権力の強化、シュタウフェン家の領土拡大に成功を収め、巧みな外交戦略を持って、ドイツ諸侯と提携を図った。1152年、王は58歳前後で死去。皇帝として退官できなかった、最初のローマ王となった。着手はいたが、 わずか6歳であったため、おいである30歳前後のシュバーベンコを、フリードリヒ一世として、後継者に指名して、帝国とシュタウフェン家を託した。フリードリヒ一世像。カッペンベルク上書像。1160年頃。フリードリヒ一世赤ひげ王は貿易で豊かになっていた、イタリア諸都市に対する定権の回復を目指した。 赤ひげ王は即位するとまずベルフ家の死子行と和解した。1155年、1回目のイタリア遠征において、赤ひげ王は33歳前後で皇帝に退官されたが、教皇へ侵入する儀式を強制された。帰国した赤ひげ帝は、神聖帝国の国名を用い、皇帝は教皇と対等であって直接神の祝福を受けていることを示した。 赤ひげミカドは1158年から10年にわたる2から4回目の遠征で、ミラノをはじめとする都市国家軍を征服し、ロンカーリャの帝国議会にて多額の功能を強制した。諸都市は激しく抵抗し、新教皇アレクサンデル三世は皇帝を破門した。諸都市はロンバルディア同盟を結成し、本国の志志公も4回目の遠征からは参加を拒否するようになった。 そして1176年、5回目の遠征における、レニャーノの戦いでついに、赤髭カドは、惨敗を喫し、1177年のベネツィア条約で、強行に屈服した。しかし、赤髭カドはこれを逆に後期とし、敗戦の責任を非協力的な死思考に押し付けて1180年に、国外追放した。 1183年、イタリア諸都市に自治を認める代わりに、高納金を接しめた。1184年からの6回目の遠征では、このハインリヒロクセイを、シチリア王女、コスタンツァと結婚させて、同盟を結び、強行領を南北から圧迫した。赤ミカドは、中央でもポーランド、ハンガリー、ボヘミアに対して、皇帝の権威を認めさせた。さらに、 夫を三世時代に失われた北東部ノルトマルクをブランデンブルク編強迫アルブレヒトクマコーに再征服させた。1189年赤髭ミカドは第三回十字軍の総大将となってイスラム軍に圧勝するも不幸にも水難事故により68歳前後で死去した。ハインリヒ6世が24歳で後を継いだ。ハインリヒ6世は 南イタリアにある、ノルマン王朝のシチリア王国の併合を企てた。もともと1189年に、シチリアをグリエルモ2世が子を残さずに死去した際、王位は、オバムコのハインリヒ6世に回るはずであった。しかしハンドイツ派は、諸子筋のタンクレーディを擁立した。さらに、先帝時代からの宿敵、シシコが、密かに帰国し、反乱を起こし始めた。 1191年、王は、シシコを建成しつつ、シチリア遠征を決行。その途上、ローマにて25歳で皇帝に退官した。情勢は苦しかったが、ここで事件が起こる。選定死後も、第3回十字軍を続行した挙句に、パレスチナから配送してきたイングランド王リチャード一世が、オーストリアで捕獲され、皇帝に引き渡されたのである。イングランドから、 多額の身の代金を得た、皇帝夫妻は軍勢を整え、1194年にシチリアを制圧した。皇帝はシ、シコーとも講和して、選定の追放令を解除し、改めて諸公の一人として認めた。しかし、作戦行為は変換しなかった。作戦行為は、選定時代に、東方辺境のアンハルト博に渡っており、 ザクセン考領は大幅に縮小した上で東方に移動した。1197年、皇帝は31歳で休止。前年に、ドイツ王に選出されていた2歳の息子フリードリヒ2世が後を継ぐが、強硬派は、シシコの子で22歳前後の夫を4世を擁立した。皇帝派はこれに対応するため、ハインリヒ6世の弟にあたる20歳の シュバーベンコーフィリップ王に衰退した。フリードリヒ2世のドイツ王位は排除されてシチリア王のみとなり、強皇インノケンティウス3世の貢献を受けた。フィリップの知性は対立王オットー4世との戦いに終始した。1207年にはほぼ勝利を収めつつあり、ローマで皇帝として退官する手はずを整えたが、翌年に、 娘の結婚問題から31歳で暗殺された。教皇の手引きであったともされる。代わりに夫を4世が1209年にイタリア王、ついで皇帝として退官し、ついにシュタウフェン家に代わってベルフェン朝が開かれた。夫を4世は即位にあたって多くの帝権を放棄して、教皇の権威に服する制約をした。しかし守る気はなく、 たちまち教皇との関係が悪化した。1210年、皇帝は、教皇が貢献する、フリードリヒ2世のシチリア王国へ遠征に向かったため、激怒した教皇から破門されてしまう。フリードリヒ2世もすでに15歳に成長しており、翌々年には、教皇とフランス王フィリップ2世の支援を受けて、対立ローマ王に選出された。窮地に陥った皇帝は、 叔父のイングランドをジョンと組んで、フィリップ2世を攻撃するが、1214年に、ブービーヌの戦いで大敗した。1215年に夫を4世は皇位を失い、1218年に43歳前後で、病死した。ベルフ朝は一代限りとなり、シュタウフェン朝が復活した。フリードリヒ2世は1220年に25歳で、皇帝に退官された。 19世紀に描かれたパレルモのフリードリヒ2世の宮廷。民族、建築物ともに、キリスト教文化とイスラム教文化が混じっている。アルトゥール・ランベルク・フリードリヒ2世は明確なビジョンのもとにローマ帝国の復興を志した。シチリアで生まれ育ったフリードリヒ2世はドイツを小勢力が分立する、俗州とみなした上で、 本拠シチリアを含むイタリアの本土化を試みたのである。ドイツでは、既成事実化していた諸公の特権に法的根拠を与えて、指示を得るとともに、おののの領地の経営に専念させた。勢力を拡大した諸公によって、ドイツ農民や商人による東方移住が促され、新生帝国の影響力は、ポメラニアやシレジアにまで拡大した。1226年には、 プロイセンのキリスト教家のために、ドイツ騎士団がポーランドに招兵されて、修道会国家ドイツ騎士団国を建国、新生帝国と密接な関係を保った。一方で、シチリアにおいて皇帝は、中央集権化を推し進め、官僚の要請、公共事業の実施、財政改革などによって500年後の絶対要請を先取りした革新的な国家建設に努めた。 シチリアは地中海交易の用地のため文化交流地でもあり、ルネサンスに200年先駆けた古代ローマ文化の復興も行われた。さらに先進的なイスラム文化を受容しての多民族、多宗教国家の建設が目指された。こうした態度はやがて教皇庁との対立を招き、十字軍出兵を絞ったことからグレゴリウス九世の怒りを受けて破門される。 フリードリヒニセイは破門されたまま1228年に第6回十字軍を起こして、IU 部長のスルタンアルイコールカーミルと交渉し、無欠でエルサレムの奪回とエルサレム王位の獲得に成功した。しかし、イスラムと戦わなかったことで教会のさらなる怒りを買い、ついには反キリストとまで非難された。十字軍以前から皇帝は、 強硬派諸都市との紛争を起こしており、1232年には、ドイツ総督の着難ハインヒも反乱を起こした。皇帝は、忠実なる、直属のイスラム兵をもって、戦いを優勢に進めたが、強硬派は20年近くにわたって、徹底抗戦を続けた。ついに皇帝は、勝利を確定させることなく1250年に68歳で、死去した。あと、 このコンラート4世が23歳で継いだ。コンラート4世は、父ミカドの戦いを継続した。1237年には9歳で、ローマ王となっていた、コンラート4世だが、父ミカド存命時から強硬派が選出した、チューリンゲン法博、ハインリヒラスペ、ホラント博、ビルヘルム・フォン・ホラントといった、対立王との戦いに明け暮れていた。 当然、教皇からの指示は得られず、皇帝に退官されないままわずか4年で1254年に25歳で死去した。その後、ローマ教皇からの指示を受けたフランス王族のシャルルダン獣によって、シチリア王国は奪われ、幼い息子のコンラディーノや弟のマンフレーディも殺され、エンシュタウフェン朝は断絶した。このため、フリードリヒ2世によって、 シチリアの属国軍とされていたドイツは、宗主を失うことで解体してしまった。部族高領もこの時代には、バイエルンを除いて分裂し、縮小し、あるいは消滅してしまっていた。イタリアでも諸都市が皇帝の支配を跳ねの受けたことで、実体的な生態としての王国が消滅し、多数の都市国家軍に分裂した。それでも新生帝国という枠組みと、 普遍的支配権を持つ皇帝という概念は残っていた。1254年、ローマ王、ビルヘルム・フォン・ホラントによって、神聖ローマ帝国の国号が初めて正式に用いられた。しかしこの4年前のフリードリヒ2世の死によって、封建社会の頂点に立つ皇帝が西欧を支配するという意味での帝国は解体されていた。神聖帝国という枠組みだけは、 かろうじて残っていたが、除人圏闘争で、神聖さを失い、シュタウフェン朝断絶で、ローマ帝国復興への道も途絶し、ゲルマン、ローマ、キリスト教の三要素からなる帝国は、元のゲルマンのみに戻っていた。もはや国家ではなくなりかけていた帝国は、中性的封建制帝国から近世的、両方国家連合体へと長い時間をかけて、変わっていく。こうして帝国は、 西方帝国、七種の帝国に続く第三の時代に入った。実質的な領域もドイツとボヘミアに限られるようになっていった。ブルグントは政略結婚と買収によって徐々にフランス王領に組み込まれ、1378年には法的にもフランスに割上された。イタリアは小勢力同士が衝突しつつもルネサンスが花開き、 ドイツの影響から離れた。とはいえ、中世後期にはまだ、ドイツ王がイタリアへ赴もむいて、イタリア王とローマ皇帝に体感する伝統は、残っていた。ダンて、パドバのマルシリウス、ペトラルカといったルネサンスの文化人は、都市国家が乱立するイタリアに秩序をもたらす皇帝の、復権を期待した。しかし、新生ローマ帝国の勢力は回復することなく、 1512年には、ドイツ国民の神聖ローマ帝国の国号が用いられた。神聖ローマ帝国はイタリアに総主権を主張し続けたものの、帝国秩序の中に置くことはほとんど諦めてしまった。対外的にはフランスに劣勢を強いられていた。フランスでは神聖ローマ帝国とは逆に、中央集権化が進み、王権が強化されていた。フランス王権は、 ブルグン島を事実上併合したばかりか強行権をも掌握した。フランスはカペーアサからバロアンサへの交代を原因とした百年戦争勃発により一時衰えたが終戦後に盛り返して新生ローマ帝国を遥かに上回る軍事力を持った。また1453年のコンスタンティノープルの陥落により古代から続いていた本来のローマ帝国が滅亡した。 古典的にはこの事件をもって、中世の終わりとしイスラムの脅威が、東から直に迫ってきた。大空位時代選定後、フリードリヒ2世が死去した1250年から、ハプスブルク家のルドルフ1世が、国王に選出された1273年までの、期間を大空位時代と呼ぶ。言語を直訳すると、王権の空いた期間であり、 王はいたものの権力がなかったという意味である。弱小貴族や非ドイツ人が王として選出されたが、神聖ローマ帝国に現実的な影響を及ぼすことはできなかった。この選挙の際に、マインツ大主教、ケルン大主教、トリーヤ広塚教、ライン宮中博、ブランデンブルク編教博、ザクセン大公、そしてボヘミア王といった。 後に先帝皇と呼ばれるグループが現れた。ビルヘルム・フォン・ホラントは、神聖ローマ帝国の国名を初めて用いた王だった。しかし実態としては弱小地方領主の息を出ない有名無実の王だった。1247年に強硬派によって20歳で対立王に選出されるが、ホーエン・シュタウフェン朝との戦いに自ら勝つことはできなかった。 1254年に、スタウフェン朝最後の王コンラート4世が死去したことで、唯一のドイツ王となったが、依然として王としての権力はなかった。名ばかりの単独王となった2年後、ビルヘルムは1256年のフリースランと、遠征中に28歳で戦死してしまう。1257年に、強硬派であるプ・ファルツ、ケルンそして、マインツの3人の選挙人は、 後継国王をもはや、ドイツ諸皇から選ぶことすらしなかった。彼らが衰退したのは46歳のコーンウォール博、リチャードだった。リチャードも神聖ローマ帝国に王権を振るうことは、できなかった。王に選出された、数ヶ月後には、皇帝派が、対立王として、ローマ王、フィリップの孫で、カスティーリャ王のアルフォンソ10世を選出し、早くも正当性が怪しくなった。 リチャードはアーヘンで正式に退官したもののドイツにはほとんど不在だった。アルフォンソ10世に至ってはスペインに泊まって一度もドイツに入ることがなかった。このため国王がドイツにいない状態が長期化した。帝国の秩序は乱れた。諸皇は特権獲得と領域形成を強固にしてより一層自立した統治者と化した。諸皇の勢力に対し、 ドイツ西部の諸都市が、ライン同盟を結成するといった現象も起こった。また、ホーエンシュタウフェンチョを滅ぼして、シチリア王国を乗っ取ったシャルル・ダンジューが荒廃した、神聖ローマ帝国をも狙い、老いのフランス王フィリップ三世を定位につける野望を抱いた。1272年、リチャードが全く実権のないローマ王位を抱えたまま63歳で死去した。諸子は、 外国の干渉を防ぎつつ強力なおの誕生を防ぐため、南シュバーベンの少量種に過ぎないハプスブルク家のルドルフ一世を国王に選出した。ルドルフ一世は当時としては、高齢の50歳であり、その治世はすぐに終わるはずであった。長約選挙申請ローマ帝国の領域と、主要王家の領地、ビッテルスバッハ家ハプスブルク家ルクセンブルク家1272年、 弱体な君主を望む諸侯は、当時弱小諸侯だったハプスブルク家のルドルフ一世を王に選出した。ルドルフ一世は著しく減少していたとはいえ未だ、残されていた王権を利用し、ハプスブルク家を一躍大諸侯の一角へと押し上げた。このためハプスブルク家の世襲は認められなかった。以後約150年間、一代除くすべての 国王選挙で異なる家紋が選出され、朝約選挙と呼ばれている。歴代国王は、ドイツ全体の経営よりもまず事業拡大を優先した。中世世紀から、国王選挙のルールは明確でなかったため、二重選挙や、対立王の擁立など多くの混乱が起こった。1356年、カール4世は、金印直承を発布して、秩序と平穏をもたらした。 直所において、ローマ王は7人の選定校による過半数の得票で選出されると定められた。選定校には多くの特権が認められたため、直所は両方分裂体制の固定を促すことにもなった。ルドルフ一世はハプスブルク家をヨーロッパ有数の家門に発展させた。ルドルフの即位後、新生ローマ帝国最大の諸公であるボヘミア王をたかる二世が、 ローマ王への侵入を拒否して戦争になった。勢力は圧倒的にローマ王が不利であったが巧みな外交手腕によって諸侯やハンガリー王国と同盟を結んだ。そして1278年、ローマ王はマルヒーフェルトの戦いでオタカル2世を敗死させた。この結果、ハプスブルク家は後に地盤となるオーストリアとシュタイアーマルクをボヘミアから奪い取った。 ローマ王はさらに皇帝即位を目指した。シチリア王、シャルルダンジューと取引をし、境外化著しいブルグンと王国を割上する、見返りに、自身の皇帝体感と世襲の支持を得た。しかしシャルルが、シチリアの番頭事件によって失脚したため、計画は破綻した。1291年に、ローマ王は73歳で死去。 ハプスブルク家の勢力伸長を警戒した諸公は、王位世襲を認めず、ナッサウ家のアドルフが42歳で、ローマ王に選出された。アドルフは、王権強化を目指して、領土拡大を積極的に行おうとしたが、ドイツ諸公からの反発を招いた。1298年に廃位された上、新たに、 ローマ王に選出された43歳前後のアルブレヒト一世と戦って敗れ、48歳で戦死した。アルブレヒト一世も王権強化を目指して失敗した。アドルフのように失脚はしなかったものの幻覚で、冷酷な性格の王は民衆から嫌われた。不応死巨児の1291年時点で、 元の地盤である南シュバーベンの3都市が同盟を結んで反乱を起こしており、これがスイスの建国とされる。1303年には敵対した諸公と妥協するため、教皇権へ復従した。同年、フランスではアナーニ事件が起きて教皇がフランス王の言い,いなりとなる状況となり、神聖ローマ帝国とフランスの力関係が逆転した。1308年、 各地で戦い続けた王は財産をめぐるいさかいが原因で、老いのヨハンに53歳で暗殺された。王位世襲は再び否定され、ルクセンブルク家のファインリヒ7世が33歳前後で国王に選出された。ファインリヒ7世は王権を蘇らせつつ、皇帝権の再建をも寄とした。王はまず婚姻政策で、ボヘミア王位を直に獲得し、 領土を短期間に拡大させた1310年からはイタリア遠征を行って帝国のイタリア政策を再考した。5000人の騎士を連れてアルプスを超えたローマ王はまずイタリア王としての戴冠式が行われるミラノの反皇帝派を撃破した。1311年にイタリア王として戴冠すると1312年に皇帝戴冠を目指して ローマへと向かった。皇帝大幹は、フリードリヒ2世以降、約100年ぶりのことであった。しかし、フランスに牛耳られた、教皇庁は1309年にブルグントのアビニオンへ、同座していた。王は仕方なく数奇教の手により37歳前後で、体幹された。久しぶりの皇帝誕生は秩序を重んじる、初期ルネサンス文化人から非常に期待された。 しかし1313 13年、皇帝は、ナポリへの遠征中に38歳前後で死去した。1314年に二重選挙が行われ、ハプスブルク家のフリードリヒとビッテルスバッハ家で32歳の、バイエルン公ルートビヒ4世が、ローマ王に選出された。ルートビヒ4世ミュンヘン聖母教会ルートビヒ4世の、知性では、教皇と皇帝の対立が再燃した。 ルートビヒ4世は、対立王フリードリヒを8年がかりで下したが、ここに、アビニョンの教皇ヨハネス22世が横槍を入れた。教皇の認可なき国王選出は無効であり、さらに皇帝が、不在のイタリア王権は、教皇が代行するとまで主張した。これに対抗するため、1327年に、ローマ王は、イタリア遠征を行い、ミラノにて、イタリア王に退官した。 翌年には、ローマに赴き、神学者、マルシリウスの理論を根拠に、教皇ではなく、ローマ人民の名で皇帝に体感した。皇帝と教皇は激しく対立し、敗位と波紋の応酬となった。紛争が長期化した1338年、フランクフルトの帝国議会にて、選挙で選ばれた王は同時に皇帝でもあり、教皇の承認は必要ないと決められた。 1339年、英仏館で百年戦争が始まったためフランスの圧力が弱まった。1340年以降、皇帝は戦争の混乱を利用して、教皇との和解を狙ったが、えって諸皇に見放された。1346年、チロル伯爵領での強引な家門拡大策で、教皇から再度波紋を受けた皇帝は、廃位され、先帝の孫で、 ルクセンブルク家のカール4世が30歳で、対立王に選出された。皇帝は、翌1347年に65歳で死去した。金印直書カール4世は、治療ボヘミアの発展と、定位世襲に専念し、ドイツの制御に不信し、イタリアブルグントへの干渉を正式に放棄した。単独王となった、翌年の1348年、ローマ王権ボヘミア王は、 ボヘミアの首都プラハを神聖ローマ帝国の都として大々的に整備を始めた。その一環としてドイツ語圏発の大学となるプラハ大学を設立した。また、商売に長けたユダヤ人を囲い込んだ。ベストの大流行を原因とするポグロムから保護したのである。1355年にローマ王はイタリア遠征を行い、ミラノにてイタリア王に ローマにて39歳で皇帝に退官された。その際、教皇庁からの干渉を排する代わりに、イタリアへの干渉を放棄した。帰国中にも来たイタリアの諸都市に、皇帝特権の切り売りを行い、莫大な上納金を得た。戴冠式を行うためだけに、イタリアを素通りし、多くの定権を売却して帰ってしまった皇帝は、ルネサンスの文化人を失望させた。 1356年、カール4世は、金印勅書を発布して、ローマ王選出に、教皇の許可が必要ないことを改めて示した。そして7人の選定校による、過半数の得票で王が選出されると定めた。同時に選定校には強力な特権が認められ、ドイツ両方の自立化も、決定的なものとなった。また、金印勅書には、 都市同盟の結成禁止も含まれていた。都市同盟は、諸公と対立する勢力だったためである。しかし皇帝は世襲工作の資金調達のため、1375年と1376年に、ハンザ同盟とシュバーベント市同盟を許し、諸公を憤慨させた。都市同盟許可に先立つ1365年、カール4世は、アルルで正式に、ブルグント王に退官し、 フリードリヒッセイ以来のドイツ・イタリア・ブルグンとの対艦をすべて行った皇帝となった。しかし1378年、皇帝はブルグンと王国の支配権をフランスに譲った。すでにブルグンとの大部分はフランス王領に組み込まれるか買収されていたので、実情に合わせた措置だった。ブルグンと王位自体は新生ローマ帝国滅亡まで歴代皇帝が保持し続けた。 同年皇帝は62歳で死去した。長年の努力の甲斐あって、死去前の1376年には、息子のベンツェルが15歳で国王に選出されていた。ベンツェルは、父ミカドの路線を受け継いだ。ボヘミアの経営にのみ力を入れ、神聖ローマ帝国全体の運営には無関心で、皇帝体感もしなかった。ローマとアビニョンにそれぞれ、ローマ教皇が立つ。 教会大分裂への対処にも消極的だった。また、イタリアの選手たちを次々と公に助諸して上納金を得た。イタリア貴族に称号と正当性を与える立場にあることを示して神聖ローマ帝国君主としての権利を保持したという見方もあるが、当時の諸侯は憤慨した。1400年、選定公たちによって、 弱腰と判断されたローマ王は39歳で敗位された。なお、ボヘミア王位は保った。代わって、ビッテルスバフハケノプファルズ選定校ループレヒトが48歳でローマ王に選出された。ループレヒトはしかし、権力基盤が弱体でありすぎ、効果的な統治を行えなかった。ローマ教皇の体感を受けるためにイタリア遠征を行ったが、 ロンバルディアすら突破できず軍は瓦解した。加えて、ボヘミア王ベンツェルは、ローマ王敗位を認めていなかった。1410年にループレヒトが58歳で、死去するとベンツェルの異母体で42歳のハンガリー王、ジギスムントが選出され、49歳となっていた。ベンツェルも、ようやく敗位を認めた。ジギスムントは、教会への介入で、ローマ王の権威を増そうとした。 当時、教会大分裂による混乱は頂点に達し、ローマに二人、アビニオンに一人、計三人の教皇が並び立つ状態になっていた。ローマ王は1414 14年に、コンスタンツ公会議を開催して新たな教皇を選出させ、シスマを解消した。しかし、この公会議で、ボヘミアの教会改革派、ヤンフスを異端者として家計に所したため、ボヘミアのフス派が、 武装放棄し、フス戦争を引き起こした。フス派支持だった兄ボヘミア王ベンツェルがこの事件でショック死したことで、ボヘミア王を兼ねたローマ王は、1431年まで5回に渡る十字軍を派遣した。しかし連敗を喫して王としての威信を失った。王は権威回復のため1431年にミラノにて63歳でイタリア王に、 1433年に、ローマにて65歳で皇帝に退官された。1437年に皇帝が69歳で、死去すると、ボヘミア王位と、ハンガリー王位は娘婿であるハプスブルク家のオーストリア公アルブレヒトに渡った。ルクセンブルク家に直系男子はなく、名が継いでいた大元の本拠ルクセンブルク公領も、借金の方に、 フランスのブルゴーニュ公国に接収され、ルクセンブルク家は断絶した。こうして、カール4世が人生をかけて取り組んだ定位、接収政策は、凡庸な子孫たちにより、ロと消えた。アルブレヒトは1438年に、ローマ王アルブレヒト2世として41歳で、選出された。アルブレヒト2世の知性はあまりに短く、ローマ王としての実績は、ほとんどない。 国王即位1年半後の1339年、オスマン帝国との戦争中に、ハンガリーで赤里によって42歳で急死した。オーストリアの諸領党ボヘミア王位は、王の死後に生まれた息子、ラディスラウス・ポストゥムスが継承し、ハンガリー王位も後に、ラディスラウスに回った。しかし新たなローマ王にはまた重帝に当たる冒険の、フリードリヒ3世が24歳で選ばれた。 このフリードリヒ三世が以後、神聖ローマ帝国消滅まで皇帝位を世襲した、ハプスブルク朝の直接の祖である。ハプスブルク家の新朝ハプスブルク家は、ルドルフ一世、アルブレヒト一世、フリードリヒ美王と三代にわたって、ローマ王を輩出した後、しばらく歴史の表舞台から姿を消した。美王の後を継いだ、アルブレヒト二世健康は1315年。 スイス製薬同盟にモルガルテンの戦いに敗れて発祥の地を事実上失った。しかし、スイスへのこだわりは捨てて、オーストリアの内政に勤しんだ。1335年には、ケルンテン公領、クライン公領を皇帝ルートビヒ4世から配慮している。皇帝カール4世の知性に健康の跡を継いだ、ルドルフ4世は、金印直書に定められた。 選定校にオーストリアが含まれていないことを不満に思った。そして選定校を上回る特権を持つ大公なる称号を自称し、特許状を偽造して皇帝に送りつけた。皇帝はこれを挑発と見抜いて、うやむやにしたが、否定もされなかった。特許状はハプスブルク家発展の布石となった。時代が下り、 皇帝ジギスムントの死後にその娘婿となっていたオーストリア公アルブレヒト5世は、ボヘミア王と、ハンガリー王を相続した。1438年にはアルブレヒトは、ローマ王に選出され、ローマ王アルブレヒト2世となった。しかし、わずか1年ほどで休止。オーストリア、ボヘミア、後にハンガリーは、アルブレヒトの死後に生まれた息子。 ラディスラウス・ポストゥムスが継承した。しかし、ローマ王には1440年に、アルブレヒトのまたいとこである、フリードリヒ3世が24歳で選出された。フリードリヒ3世、フリードリヒ3世は、帝国第一の終身棒を、神聖ローマ帝国の大愚図と評されるほどの無能な人物だった。決断力に欠けて臆病で気が弱く、常に借金で追われ、ケチであり、 長所は忍耐力のみだった。王は即位すると、ラディスラウスの存在に怯えて、すぐさま監禁し、オーストリアを弟と共同統治した。1442年、ローマ王として、正式に退官。同年、英仏で百年戦争が終結している。1450年以降、ラディスラウスを自由の身にするよう求める、オーストリア貴族が同盟を結成した。 1452年に王はラディスラウスを連れ結婚式と皇帝への戴冠式を兼ねてイタリアに逃亡した。ポルトガル王女エレオノーレと結婚して持参金を得、36歳で皇帝にも戴冠したが首都委員ーンに戻ったところでラディスラウスを解放せざるを得なかった。1453年。 コンスタンティノープルが陥落して、ビザンツ帝国が滅亡するとオスマン帝国の脅威が迫ってきた。1457年に、ラディスラウスが都合よく死去して皇帝は、名実ともにオーストリアを得たが、存亡の危機にある、ハンガリー貴族は、旧国の英雄、フニャディの息子マーチャーシュ一世を、ハンガリー王に選出した。マーチャーシュは有能で、バラキア、 セルビア島を次々に領土を拡張した。こうした中、貧乏だが権威を持つ皇帝と皇帝の権威を狙う豊かなブルゴーニュ皇、シャルルの利害が一致し、皇帝の着難マクシミリアン一世と突進皇の一人娘、マリーの婚約が1473年に実現した。1477年、突進皇が都合よく戦死し、ブルゴーニュはハプスブルク家のものとなった。 しかし1479年、ハンガリーのマーチャーシュがオーストリアにまで来襲し、1485年にはウィーンが占領された。これをきっかけに、マクシミリアに一世は、ローマ王に退官した。1490年、都合の良いことにマーチャーシュは、着手なく死去したため、皇帝はオーストリアを回復した。1493年、皇帝は77歳で死去。 自発的に行動しなかった53年の在位中、新生ローマ帝国は概ね平和だった。特に、イタリアでは滅亡したビザンツから流れてきた文化人により、ルネサンスの最盛期を迎えた。また、ルドルフ4世の大特許状を密かに帝国法に組み込み、定位世襲の布石を打っている。婚姻政策も成功しており、結果としては、 ハプスブルク家発展の道を開くことになった。神聖ローマ帝国に初めて、ドイツ人のという説盗語をつけたのもこの皇帝である。マクシミリアン一世、マクシミリアン一世は、フランスとの戦争を通じ、消極的ながらも、ドイツを近世国家へ移行させた。父ミカド死去直後の1494年、35歳の王は、 イタリア半島に侵攻していたフランス王シャルル八世との戦争状態に入り、イタリア戦争が始まった。翌1495年、王は諸公に軍資金を求めるボルムス帝国議会を開催し、さらに全ドイツ国民から税を徴収する一般帝国税の導入と兵士の提供を求めた。これに対し、マインツ大司教を中心とした諸公代表たちは、 初改革案を提案した。当時、ドイツには新体制を構築しようとする帝国改造が求められていた。王は妥協して同意した。なお、帝国改造とは言うものの、改革の対象はドイツのみである。イタリアはすでに帝国行政の範囲外であった。帝国改造の根本は、治安維持であり、血統の禁止である。古代より、ゲルマン貴族には、 決闘による報復と権利回復が広く認められていた。これをフェーデという。しかし、略奪目的の言いがかりも多かった。期間限定でフェーデを禁止する、平和令はたびたび出されていたが、帝国改造ではこれを徹底したのである。帝国改造はフェーデを完全に禁止する、永久乱と平和令、フェーデに代わって、風信間の政治的争いを解決する。 帝国最高法院の設置、及び帝国最高法院の選挙区である帝国クライスの設置からなる。帝国クライスは徐々にドイツの自立的な地方行政区分へと変化し、治安維持の実務、徴税、帝国軍編成の管理運営に加え、17世紀には国防を担っていく。なお、帝国クライスは同時に設置された中央政府、 帝国統治院の選挙区でもあったが、早くも1502年に統治院は廃止されている。また、帝国最高法院には、皇帝の権力がほとんど及ばない仕組みだったため、皇帝直轄の帝国区内法院が1497年に設置され、二つの最高裁判所が併存した。1508年、教皇ユリウス2世の要請により、王は大軍を率いて、 帝国外の独立国ベネツヤへ遠征した。しかし、イタリア北東部全域を併合していたベネツヤは、手強く、遠征は失敗した。ベネツヤ征制抜後には皇帝への退官式を行う予定だったが果たせず、教皇の同意の下で、以後のローマ王は、退官せずに皇帝を称することになった。その後も神聖ローマ帝国は連戦連敗であり、弱体化は明らかだった。 1512年、皇帝は、ドイツ国民の神聖ローマ帝国の国名を公文書で用いた。神聖ローマ帝国はイタリアに、総主権を主張しつつも、ハントがもはや、ドイツ五県及びその周辺に限られ、世界帝国建設という目的の放棄も明確となった。こうして、中世は終わった。一方で、皇帝個人の婚姻政策は、大成功を収めていた。 1500年に、スペイン王女フアナと結婚させた息子フィリップに、カルロス、フェルディナントの兄弟が生まれ、カルロスは1516年に、スペイン、ナポリシチェリアの王位を15歳で継承した。フェルディナントは、ハンガリー・ボヘミアの王女と結婚し、皇帝死後の1526年にこの地を、ハプスブルク家に取り戻した。こうして、ハプスブルク家は、スペイン、ドイツ、 ネーデルラント、ナポリシチリア、サルデーニャ、オーストリア、ハンガリー・ボヘミア、そして広大なスペインの新大陸領土を治める普遍的君主制に君臨し、新生ローマ帝国とは別の世界帝国が成立しつつあった。1519年に皇帝は59歳で死去。孫のスペイン王カルロス1世が19歳で皇帝に選出され、 神聖ローマ皇帝カール5世となった。カール5世の世界帝国と宗教改革カール5世時代のハプスブルク帝国。カスティーリア・ラゴンブルゴーニュ・オーストリア神聖ローマ、帝国の境界16世紀に入ったこの時期、フランス、イングランド、スペインでは中央集権化が進められていたが、記述の通りにドイツでは逆に諸行の特権が強化される傾向にあった。そして、 ドイツでは、カール5世の治世に神聖ローマ帝国の解体を決定的にさせる事態が生じる。カール5世が神聖ローマ帝国を統治し始める以前の1517年に、マルティン・ルターがビッテンベルク大学で発表した95箇条の論題が宗教改革の発端となった。ローマカトリック教会の大きな財源となっていた。 職有上の効力に疑義を呈する。この論題は、活版印刷の普及もあって、ドイツ各地に広まって、大きな反響を呼び、事態を憂慮した、教皇レオ10世はルターに、ローマ出頭を命じるが、ルターは領主であるザクセン選帝公、フリードリヒ3世の被護を受けて、これに応じなかった。ドイツ内のアウクスブルクとライプツィヒで行われた、異端審問でルターは、 教皇庁側と決裂した。1520年にルターは、ドイツ貴族に与える、書、教会のバビロニア補修、キリスト社の自由を発表し、これに対して、教皇庁はルターに波紋を通告する直書を送って、自説の撤回を迫る。ルターは、ビッテンベルクの講習の前で、この直書を燃やして答えた。ボルムス帝国議会における、ルター1520年に、 カール5世は、ボルムス帝国議会を開き、先代マクシミリアン1世から引き継いだフランスとの、イタリア戦争のために諸行に妥協し、帝国統治院の再設置を承認させられた。この帝国議会に、ルターが召喚されて、審問を受けたが、彼は、断固たる態度で自説の撤回を拒否した。カール5世は、ボルムス直令を発して、ルターを帝国追放に処して、 著書を禁圧したが、ルターは、フリードリヒ健康にかくまわれ、バルトブルク城で、新約聖書のドイツ語翻訳を成し遂げた。ボルムス帝国議会が終わると、カール5世はスペインへ帰国し、以後約10年間も、ドイツでは、皇帝不在となる。1525年のパビアの戦いで、皇帝軍は、フランスをフランスは一世を捕虜とする対象を収め、カール5世は来た。イタリアから、 フランス勢力を駆逐できた。フランソワ一世は不利な内容のマドリード条約の締結を余儀なくされたが解放され帰国するとこの条約を保護にしてしまい戦争はなおも継続しさらにスペインを脅威と感じた新教皇クレメンス10世がフランスに加担する事態まで生じる。この戦争の最中の1527年に皇帝軍による ローマ合略が発生し、ヨーロッパ精神世界に大きな衝撃を与えた。カール・ゴステイ、ティー・ツヤーノが一方、ドイツでは1521年から1524年にかけて、ルターの福音主義は大きく広がり、ルターの支持者たちは独自解釈を始めて、過激な改革運動が各地で引き起こされた。また、スイスでは、中立飛士のフルドリヒツ・ビングリが、 宗教改革運動を主導し、さらにはより急進的な再戦礼派が現れて、スイス諸州や南ドイツに波及している。1522年に宗教改革運動に乗じて地位回復を図った騎士階層が放棄して騎士戦争が起こったが短期間で諸公連合軍に敗北した。続いて1524年から急進的な 宗教改革を唱えるトマス・ミュンツァーラに主導された農民層が各地で放棄してドイツ農民戦争が勃発する。農民たちは農土性の廃止や司祭人免権の要求といった十二箇条の要求を掲げた。ルターは当初は農民、諸侯双方を非難したがやがて諸侯の側に立ち農民反乱軍を激しく非難している。統制を書いた。 農民反乱軍は短期間で鎮圧され、7から10万人が殺された。農民戦争鎮圧を通して、諸侯の権力は強まり、以降ドイツにおける、宗教改革は諸侯に主導される。宗教改革は諸侯にとって、教皇庁の支配から逃れられる、政治的経済的メリットがあった。1528年までに、ドイツ騎士団、ヘッセンホハク ブランデンブルクアンスバッハ編境博、マンスフェルト博などの諸公、そしてストラスブール、フランクフルト、ニュルンベルクといった、諸都市がルター派になっていた。ヘッセン法博フィリップ一世やザクセン選定校、ヨハンを中心とするルター派は、教会改革を要求し、1529年のシュパイエル帝国議会で、ボルムスチョクレーの実施が重ねて決定されると、 ルター派の5人の諸侯と14の帝国都市が抗議書を提出し、これにちなんでルター派をはじめとする教会改革派はプロテスタントと呼ばれるようになった。この時期、オスマン帝国の脅威が神聖ローマ帝国へ迫っていた。1396年のニコポリスの戦いで、ハンガリー王ジギスムンと率いる対オスマン十字軍が大敗を喫して以降、 オスマン帝国はバルカン半島の支配を固めており、1520年に即位したスルタンスレーマン一世はヨーロッパ侵攻を開始した。彼はまずハンガリーを攻撃してベオグラードを奪取し、1526年のモハーチの戦いでハンガリー王ラヨシュ二世を戦死させる決定的勝利を収めた。その後カール五世の弟フェルギナントが、 ハンガリー・ボヘミア王を継承したが、ハンガリーは、中部のオスマン帝国占領地、西部のフェルディナントの支配する西ハンガリー王国、そして、東部は、対立王を立てた、現地諸公にと、おのの支配され、いわゆる三分割時代となった。1529年に、オスマン軍は、ウィーンを包囲する。ウィーンは、陥落を免れたが、この後もカール五世は、 オスマン帝国との戦いを強いられ、フランス王・フランソワ一世が、オスマン帝国と結んだためにより困難なものとなった。ローマ合略後、フランス王・フランソワ一世は、イングランド王・ヘンリー・八世と名役を結んで、ナポリへ侵攻したが、ジェノバが離反したため遠征は、失敗に終わった。フランスの形成が悪化すると、教皇クレメンス十世は、カール五世と講和を結び、 イングランド王ヘンリー・パッセイもフランスを見放し始める。1529年にカンブレイの輪が結ばれ、フランスはイタリアにおける権益を放棄させられた。イタリアにおける派遣を確立したカール5世は、1530年にボローニャにおいて教皇の手による皇帝退冠式を挙行し、彼が教皇による退冠を受けた最後の皇帝となった。 アウクスブルクのアギアウクスブルク帝国議会同年、カール・ゴッセイは、約10年ぶりに、ドイツ入りをし、宗教解決のためのアウクスブルク帝国議会を開催した。ルター派は、弁償書として、フィリップ・メラン・ヒトン起草によるアウクスブルク信仰告白を提出したが、ツビングリア・シュトラースブルクなどの改革派4都市が、独自の信仰を提出し、 プロテスタント内部の宗派分裂も明らかとなった。議会ではカトリックが優勢を占め、最終的決定は、翌年の議会に持ち越されたものの、カール5世はルターを帝国追放刑にし、プロテスタントを異端とする1521年のボルムス直令を暫定的とはいえ厳しく、執行するよう命じた。翌1531年に、弟、フェルディナンドを、 ローマ王に衰退させて、後継体制を固めると、カール五世は広大なハプスブルク帝国の統治のために、ネーデルラント、ブルゴーニュへとを移し、また、オスマン帝国の脅威にも対処せねばならず、1535年には、地中海を渡り、チュニスにまで遠征している。1536年に、フランス王・フランソワ一世が、ミラノ公国継承を主張して、イタリアに侵攻し、 イタリア戦争が再開した。一方、プロテスタントの帝国諸侯諸都市は、アウクスブルク帝国議会直後に、シュマルカルデンに集まり、軍事同盟決戦を協議し、翌1531年2月に、ヘッセンハクとザクセン選定公名手とする、シュマルカルデン同盟が結成された。宗教戦争が一触即発に迫ったが、 カール5世は妥協し1532年に、ニュルンベルクの宗教平和によって、暫定的に、プロテスタントの宗教的立場が保障された。この宗教平和を境に、プロテスタントは勢力を一気に拡大した。南ドイツのビュルテンベルク公領では、プロテスタントであったために追放されていた、ビュルテンベルク公ルリヒが1534年に、福井市、北、ドイツでも同年、 トメルン公1539年にザクセン公とブランデンブルク選定公がプロテスタントに転じた。西南ドイツではレター派とは異なる改革派進行が広がっていたが、競技場の問題で妥協し、プロテスタントの政治勢力は統一性を持つようになった。カトリック諸公の側もニュルンベルク同盟を結成し、プロテスタントに対抗した。この時期、 スイスでは新しい動きが起こっていた。1536年にプロテスタント神学の基礎と評価されるキリスト教皇用を表したフランスの神学者ジャン・カルバンが亡命生活中に立ち寄ったジュネーブで教会改革に参与していた。カルバンは教会改革を強力に指導し教会規則を定めて平身とも加わる長老性を創始する。 彼の30年近くにわたる真剣政治により、ジュネーブは福音主義の画像となり、カルバン派はやがて一大勢力に成長することになる。アウクスブルク宗教平和令和1555年に、マインツで印刷された半本の表紙1544年に、フランスとのクレピー条約が締結されると、カール五世は一点ドイツ国内の問題に先進するようになった。 1546年にはルターが死去し、同年、プロテスタント陣営の名手ザクセン選定校、ヨハンフリードリヒの一族である、ザクセン公モーリッツが、選定校の地位を条件に、皇帝指示に転じた。それ以前に、ヘッセン砲白も、重婚問題からカール五世につけ込まれ、政治的に中立を守らざるを得なくなっていた。自身に、 有利な条件が整ったと感じたカール五世は、同年シュマルカルデン戦争を起こし、ミュールベルクの戦いで、シュマルカルデン同盟を壊滅させ、翌年のアウクスブルク帝国議会ではカトリックに有利なアウクスブルク仮信条協定が帝国法として発布された。皇帝は、西南ドイツの帝国都市のツンフトが、宗教改革の温床であると考えて、 これを解散させるなど強硬な政策を実施した。カール5世の強硬な政策を見て、徐々にカトリック諸公も反皇帝に転じ、着難フェリペにドイツ・スペインの領土と定位を継承させようとすると、ますます反発を招いて、カール5世は孤立した。このような情勢の中、プロテスタントから、マイセンのユダと呼ばれたザクセン選定コウモーリッツが1552年に、 フランスと結んで反旗を翻して、インスブルックのカール5世を吸収する。カール5世は敗北し、パッサウ条約によって、仮信条協定は破棄された。この敗北からカール5世は、弟のフェルディナントに、宗教問題の解決を任せ、1555年のアウクスブルク帝国議会で、アウクスブルク宗教平和令が議決された。この平和令により、 一つの支配あるところ、一つの宗教があるという原則のもとに諸公が自身の選んだ信仰を領内に強制することができるという両方協会制度が成立した。ただしこの時点ではカルバン派、ツビングリ派、再先霊派などは異端とされ信仰の自由から除外された。また、同帝国議会で発布された帝国執行令は帝国クライスの役割の詳細を定め、 フリードリヒ3世の時代からの一連の帝国改造運動を完了させた。同例によって帝国クライスが乱と平和維持を担い、クライス大長に基づき帝国盗賊の兵役分担を定めることになった。また、クライスが帝国最高法院判決の執行を担うことになる。皇帝が自らの責務を果たす能力がないことを示したため、 平和維持の名目のもと、今や皇帝の役割は帝国クライスが引き受けることになった。翌1556年、カール5世は弟ローマ王フェルディナンドに定位を着南フェリペにはスペイン王位をそれぞれ上位し、ハプスブルク家はオーストリアハプスブルクとスペインハプスブルクとに分かれることになった。カール5世の内政及び外交政策は、 最終的に失敗に終わった。州派対立マクシミリアンに成功の時期、ルター派はザクセン選定公とブランデンブルク選定公をはじめと、する北ドイツ一帯に広まっており、帝国領域外ではドイツ騎士団も改修して、プロイセン公国が成立し、デンマークとスウェーデンもルター派を導入している。一方、カルバン派は西部に浸透し、 ブファルツ選定校が改修した。諸校の数では以前としてカトリックが多かったが、人口ではプロテスタントが圧倒していた。フェルディナント一世は、プロテスタント諸校に対して融和的な施策を取り、1560年代前半がまで大きな軍事的紛争を起こすことなく、帝国を統治した。1564年にフェルディナント一世が死去すると、 彼の息子マクシミリアン2世が皇帝になり、父と同様にプロテスタントの存在と時々の妥協の必要性を受け入れていた。スペインに対するオランダ人プロテスタントの反乱では帝国は中立を守っている。だが、この宗教優和は単なる休戦に過ぎなかった。1570年代からイエズス会を先兵とする。 反宗教改革がドイツに浸透し始めており、各地でカトリック勢力によるプロテスタント弾圧が行われた。これに対して、プロテスタント勢力はルター派と、西部ドイツに勢力を広げるカルバン派とが対立しており、カトリックに対して統一行動が取れない状態になっていた。1577年に選定校であるケルン大司教。 ゲプハルト・トゥルホゼス・フォン・バルトブルクがカルバン派の女性と結婚するために改修を表明し、これに反対して大司教秘面を強行するカトリック諸行とのケルン戦争が勃発するが、ルター派の多いプロテスタント諸行はこれを傍観している。ルドルフ2世プロテスタントに寛容なマクシミリアン2世が1576年に死去すると、元命なカトリックである彼の息子ルドルフ2世は、 父の政策を廃棄して、帝国区内法院と帝国最高法院の判事の過半数にカトリックを任命する。帝国諸制度は次第に麻痺化し、1588年にはすでに帝国最高法院が機能しなくなっていた。16世紀初めには、プロテスタント諸法はもはやカトリックによって独占的に運営される帝国区内法院を認めなくなり、事態はさらに悪化した。 同時期、帝国クライスの選定校や諸校は宗派によって集団を形成するようになっていた。1608年のレーゲンスブルク帝国議会は閉会宣言なく終了し、カルバン派のプファルツ選定校とその他の出席者たちは皇帝が彼らの信仰を認めなかったために退席している。同年、プファルツ選定校、フリードリヒ4世を名手に6人の諸校が、 プロテスタント同盟を結成した。その後、その他の都市や諸公もこの同盟に加入する。当初、ザクセン選定校と北部諸公は加盟を拒否したが、後にザクセン選定校も同意している。これに対して、翌1609年にカトリック諸公がバイエルン公マクシミリアンを名手とするカトリック連盟を結成した。連盟は帝国における。 カトリックの優位を守ることを目的としていた。帝国初期間は麻痺状態となり、戦争は不可避となった。一方、皇帝ルドルフ2世は、プラハに引きこもって神秘諸術にふける状態で、事態に対処する能力を持たなかった。ルドルフ2世は、不満を持った弟、マティアスと争って1608年に、ハンガリー王位を奪われ、 ボヘミアプロテスタント盗賊の支持を得るために、プロテスタントに、信仰の自由を与える、直居状を出すが、マティアスに軟禁され1612年に死去した。定位を継いだマティアスは、宗教対立の仲裁を試みるが失敗に終わり、ボヘミア王位を、重帝の主体アーマルクコーフェルディナントに譲らざるを、得なくなる。30年戦争プラハ総外当的事件。 ボヘミア王となったフェルディナント2世はイエズス会の教育を受けた厳格なカトリックでありルドルフ2世の直居城を保護にしてボヘミアのプロテスタントに迫害を加えた1618年弾圧に反抗するボヘミア貴族がプラハ城に押しかけフェルディナントの大官2名と秘書官を場外に投げ落とす事件を起こしたこの事件を契機に ボヘミアで大規模な反乱が発生し、シレジア、ラウジッツそして、モラビアといったこれ以前からカトリックと、プロテスタントに分裂していたボヘミア全土に広がる。1619年に皇帝、マティアスの死去により、フェルディナント2世が皇帝に選出されると、ほぼ同時に、ボヘミア貴族はカルバン派のプファルツ先帝皇、フリードリヒ5世を新国王として迎えた。 フェルディナント2世は、カトリック連盟のバイエルン公マクシミリアン1世、のみならず、カルバン派を憎むルター派のザクセン選定校、ヨハンゲオルク1世の指示をも受けて、反撃に転じた。1620年に、プラハ郊外で行われた、白山の戦いで、ボヘミア反乱軍は、ティリーハクヨハンセルクラエス率いる皇帝軍に大敗を喫した。プファルツへは、スペイン軍が侵攻し、 プファルツ選定校、フリードリヒ5世は没落して、反乱軍は事実上が解した。ボヘミアではプロテスタントに対する徹底的な弾圧が行われ、15世紀のフス派以降、プロテスタント諸派の勢力が根強かった。この国を再びカトリックへ引き戻すことを確実にした。この事態にプロテスタントである、デンマーク国王クリスチャン4世が戦争への介入を決意する。 クリスチャン4世は、反ハプスブルク政策を取るフランスの最小、リシュリュース・キキの仲介により、プロテスタントのイギリス、オランダそしてスウェーデンとの対ハプスブルク同盟を結んだ。デンマーク軍は1625年に帝国へ侵攻し、フェルディナント2世は窮地に陥る。皇帝を救ったのが、ボヘミア貴族で、資産家でもあるアルブレヒト・フォンバレンシュタインであった。 彼は5万の傭兵軍を集めて皇帝に提供し、皇帝軍総司令官に任命された。一方、プロテスタント陣営内では内部不和が生じており、デンマーク軍と別れたプロテスタント諸軍は、バレンシュタインに、括弧撃破されてしまう。1626年、クリスチャン4世は、ルッターの戦いで、ティリー博に大敗を喫した。一降、デンマーク軍は劣勢に陥り、 1629年に、リューベックの和訳が締結されてデンマークは、戦争から脱落した。軍事的優位を確保した、フェルディナント2世は、帝国議会を無視する態度に出るとともに、3月6日に、復旧直令を布告して、宗教改革以来、プロテスタントに没収された、教会財産の返還を命じた。復旧直令の過激さとフェルディナント2世の絶対、 君主的な振る舞いは、プロテスタント諸公のみならず、カトリック諸公からも反発を受ける。皇帝軍を支えるバレンシュタインは強引な軍勢挑発によって諸公から憎まれており、彼らはバレンシュタイン悲鳴を強行に要求し、フェルディナント2世もこれを受け入れざる得なくなった。リュッツェンの戦いポーランドとの戦争を外交的に有利に、 集結させたスウェーデンをグスタフ・ニセイア・ドルフは1630年に帝国への介入に本格的に乗り出した。グスタフ・ニセイア・ドルフはフランスと軍資金援助を含んだベールバルで条約を結び、軍政改革によって近代的徴兵軍となっていたスウェーデン軍を率いてポンメルンに上陸する。当初、ザクセン選抵行、ブランデンブルク選抵行をはじめとする、 プロテスタント諸侯はスウェーデンへの加担をためらっていたが、皇帝軍総司令官、ティリー博によるマクデブルク略奪が起こると、スウェーデンとの連合に踏み切った。グスタフ二世やドルフは、ブライテンフェルトの戦いとレヒ川の戦いで、皇帝軍を連破して、ティリー博を戦死させた。スウェーデン軍は、バイエルンの首都ミュンヘンを陥れる。再び窮地に陥った。 フェルディナント2世はバレンシュタインに皇帝軍総司令官復帰を要請し、バレンシュタインは皇帝から有利な条件を引き出した上でこれを承諾した。グスタフ2世やドルフとバレンシュタインとの決戦は1632年のリュッンの戦いで行われた。戦闘ではスウェーデン軍が勝利したもののグスタフ2世やドルフは戦死しており、事実上の痛み分けで終わった。 その後もバレンシュタインは皇帝軍総司令官の地位に泊まり印然たる勢力を保っていたが独自に講和を行おうとしたため1634年にフェルディナント2世から反逆を疑われ暗殺されている国王を失ったスウェーデン軍はなおも最小権設省であるオクセンシェルナの下でドイツに泊まり戦争を継続プロテスタント諸公とハイルブロン同盟を結び 皇帝軍と対峙したが、1634年のネルトリンゲンの戦いで、スペイン軍を投入した皇帝軍に敗れた。この敗戦で打撃を受けたザクセン先帝公をはじめとするプロテスタント諸公の大半は、翌1635年に復旧直令の撤回を条件とするプラハ条約を締結して皇帝に基準した。 これによって孤立したスウェーデンは窮地に陥るが、プラハ条約発表直前に、これまで間接的な参戦に止まっていたフランスがスウェーデンとベールバルで条約の更新を行い、スペイン及び皇帝に対する本格参戦に踏み切った。1637年にフェルディマント2世は死去して、着難フェルディマント3世が定位を継承した。戦争はなお10年以上続き、 決定的な戦闘こそなかったものの戦況は次第にフランス、スウェーデン優位に傾き、スペインは国内事情の悪化から介入を続ける余力を失い、帝国諸侯も脱落し始める。一方スウェーデン軍は背後を脅かすデンマークを撃破し、北方での地位を安定させると、今度はボヘミアへ侵攻した。フランス軍もロクロワの戦いでスペイン軍に勝利し、 皇帝やカトリック諸国を追い詰めていった。ミュンスターにおけるベスト・ファーレン条約締結ヘラルト・テルボルフが1642年にリシュリュー・スーキ教が死去し、それから5ヶ月後にフランス王ルイ13世も死去しており、わずか4歳のルイ14世が即位してマザラン・スーキ教が最小となった。マザラン・スーキ教は戦争終結に動き、一方のスウェーデンも 申請を開始した女王、クリスティーナの下で皇帝とのは平行省の末、1648年に、ミュンスター講和条約及びオスナブリュック講和条約が締結されて、戦争は終わった。同条約により、カルバン派が公式に容認され、両民は、領主と異なる信仰を持つことが認められた。すべての両方には選定公と同等の、両方貢献が与えられ、 帝国に敵対する同盟を結ぶことができないなど、依然としていくつかの制約はあったが、外交権まで加わっていた。また、バイエルン公が先定公に加えられている。一方、皇帝の権限は帝国議会によって大きく制限されることになる。加えて、事実上の独立状態にあったスイス連邦と北、ネーデルラントが帝国から離脱した。フランスは、 エルザス・ロート・リンゲンを獲得。スウェーデンは西、ポメラニアをはじめとする北ドイツの領土を獲得して、戦後における大国の地位を確保した。また、スウェーデンは、フォアポンメルン、ブレーメン、フェルデン等を獲得したが、これはスウェーデンが、帝国の行為を帯びることを意味し、同時に、帝国議会と、帝国クライスに席を有することを意味した。フランスが獲得した領土が、 帝国からの離脱を意味したのとは異なり、スウェーデンは霊園の授与という形で帝国諸公の一員となった。これらによって皇帝の有名無実家と帝国の解体が決定的になったとして、同条約は一般に帝国の死亡証明書と言われる。しかしながら、近年のドイツ史学では統一された国民国家を到達点とする従来の歴史観から離れ、 ベスト・ファーレン条約により、ドイツにおいては平和的な仲裁により宗派対立を解決する体制が確立されたとする研究もある。スウェーデンでは、この条約に基づいて、条約保障国として帝国に対する体制の維持と利害関係の維持に肯定するようになった。特に18世紀の大北方戦争における敗戦によって帝国への影響力を喪失した後は、 この外交路線は鮮明となり皇帝との関係をより強化していった。このことは後のナポレオン戦争による帝国解体に際してスウェーデン施設のみが唯一強行抗議を行っているが、これも帝国盗賊及び条約保障国としての立場から生じたことであった。この戦争によって引き起こされた破壊の規模は歴史家の間で長い間論議されてきた。 従来は、ドイツ人口が30-40%の40減少し、経済水準が回復するまでに200年を必要としたとされてきたが、この見積もりについては現在では疑問視されている。オーストリアと、プロイセンベストファーレン条約後の新生ローマ帝国、プファルツ選定公領、バイエルン選定公領、ブランデンブルク選定公領、オーストリアハプスブルク領。 スペインハプスブルク領ベストファーレン条約によって、帝国は300以上の両方国家と、帝国自由都市の集合体となり、その中には、極めて小規模な両方も存在していた。一方、ハプスブルク家はオーストリアその他の世襲公領と、ボヘミア王国、西ハンガリー王国との同訓連合を統治し、このハプスブルク君主国における、絶対主義国家形成へと向かう。 レオポルト1世1657年にフェルディナント3世が死去するが、後位継承者だったローマ王フェルディナント4世は父に先立ってすでに死去していた。皇帝選挙ではマザランスー奇卿がハプスブルク家を排除してフランス王類14世を将来の皇帝とすべく中継ぎとしてバイエルン選定校フェルディナントマリアを推す動きもあったが、結局、 フェルディナント3世の次男レオポルト1世が選出された。しかしながら、このために、レオポルト1世は選挙協約で諸侯に対するより一層の情報を余儀なくされている。1663年に、レーゲンスブルク帝国議会が開催されたが、この帝国議会は以降、議決も参会もされずに帝国が消滅するまで、継続して永続的帝国議会と呼ばれるようになり、 諸公の施設会議と化してしまった。レオポルト一世の知性、帝国は度重なる類14世の領土的野心と、オスマン帝国の脅威に直面している。1667年に始まった一連の、ネーデルラント継承戦争でフランスは、スペイン、ネーデルラントそして神聖ローマ帝国に戦いを仕掛け、内面編の和訳で、スペインからフランシュコンテ、帝国からは、 フライブルクイム・ブライスガウその他の領土を獲得し、その後、ルイ14世は東部国境地帯の再統合を推し進め、1681年にはシュトラースブルクを占領した。1683年、ルイ14世からの中立の約束を得たオスマン帝国が軍事行動を起こし、20万の兵力を持ってウィーンを包囲した。オーストリア軍は包囲戦を耐え抜き、 到着したポーランド王ン三世やドイツ諸法の援軍がオスマン帝国軍を決定的に打ち破った。以後もオスマン帝国との戦争は16年にわたり続くが1697年にプリンツ・オイゲン率いる帝国軍が全他の戦いで大勝して勝敗は決した。1699年に カルロビッツ条約が結ばれて、オスマン帝国はヨーロッパ領土の活上を余儀なくされ、オーストリアはオスマン帝国領ハンガリーとトランシルバニア、スロベニア、クロアチアを獲得した。ルイ14世一方、ルイ14世はオーストリアとオスマン帝国との戦いに乗じて1688年にプファルツ選帝綱領へ侵攻して多大な被害をもたらした。だが、 フランスは、オーストリア、ドイツ諸国、スペイン、オランダ、スウェーデンそして、イギリスが加わったアウクスブルク同盟諸国と敵対することになり、戦争は長期化して1697年に終結したが、フランスはプファルツのみならず、以前の戦争で獲得した領土の大半を放棄せざる得なくなった。この時期のスペイン王カルロス2世は、生来病弱の上に子がなく、 スペインハプスブルク家は断絶しようとしていた。レオポルト1世のオーストリアハプスブルク家、そしてルイ14世のブルボン家ともに有力な王位継承権を有しており、スペイン王位継承をめぐる対立が高まる中、カルロス2世は、ルイ14世の孫安住公フィリップを後継者に指名した。千七百年に、カルロス二世が死去するとルイ十四世は、安住公、 フィリップのスペイン王継承に同意するが、オーストリア、イギリスをはじめとする諸国がこれに反対して、スペイン継承戦争が勃発する。この戦争では、帝国諸侯のほとんどが皇帝軍に加わったが、バイエルン選帝公マクシュミリアン二世イエマヌエルと弟のケルン、大司教ヨゼフ・クレメンス・フォン・バイエルンがフランスに、味方して皇帝軍と戦っている。 ブレンハイムの戦いでオーストリアイギリス軍はフランスバイエルン軍に勝利するものの戦争は硬着状態に陥り1713年と1714年にそれぞれユトレヒト条約とラシュタット条約が締結され各国がフェリペ5世の王位を承認する見返りにスペインが多くの領土を割上することで終わっているオーストリアはスペイン領ネーデルラントミラノ ナポリ、サルデーニャを獲得した。レオポルト1世は戦争中の1705年に死去しており、ルイ14世も戦争終結からほどない1715年に死去した。この時代、生俗諸綱領では絶対主義化が進行していた。フランスやオスマン帝国の脅威を受けていた、中小両方は、その存立を守護する存在としての帝国国政を必要としていた。 特に西南ドイツでは帝国クライスが地域自治機関として機能しており、クライス議会が活発に活動し、クライス軍政はその防衛機能をある程度だが果たしている。ブランデンブルクプロイセンの拡大ブランデンブルク選定綱領をプロシア工七1772年までに獲得した領土ポーランド分割で獲得した領土ハプスブルク家のオーストリアが フランスやオスマン帝国との戦争を行いつつ、大国としての地位を固めている間に、帝国内では、ブランデンブルク・プロイセンが対等し始めていた。1618年に、プロシア公領とブランデンブルク編共白領との、同訓連合が成立した方園ツォレルン家の、ブランデンブルク・プロイセンは、フリードリヒビルヘルムの知性に、ベスト・ファーレン条約によって東。 ポメラニアを獲得し、戦後は、ポーランド王国の影響力を排除するとともに、盗賊との対決に打ち勝って、絶対主義に基づく統治体制を構築していた。この間に大戦定国は、スウェーデンの影響力を排除して会場にも進出した。そして、1701年、フリードリヒ一世は、スペイン継承戦争で、オーストリアに味方する見返りに、 帝国領域外での大官の承認を受け、プロイセンの王を名乗る。時代のフリードリヒビルヘルム一世は、軍政改革を実施して、プロイセン王国を軍事国家となさしめた。この時期、プロイセンブランデンブルク以外にもザクセン先帝公、フリードリヒアウグスト一世が、ポーランド・リトアニア共和国の王位を、ハノー・ファー先帝公。 ゲホルク一世ルートビヒがイギリス王位をそれぞれ帝国領域外で獲得している。スペイン継承戦争と並行して東方では大北方戦争が行われており、スウェーデンと北方同盟諸国とが戦い、ザクセン選定公領やスウェーデン領ポメラニアなど帝国領域も戦場になった。カール十二世率いるスウェーデンは攻勢に出てバルト海沿岸諸国を圧倒するも、 ロシア国内での大敗を機に優位を失った。長期化した戦争は、ロシアが、ポーランドまで影響力を伸長し、さらに帝国内での影響力を失った、スウェーデンの最終的な敗北に終わった。勝利した、ロシアのツワーリピョートル一世は1721年に、皇帝を名乗り、ロシア帝国が成立した。スウェーデンは、 バルト海世界の覇権を失い、ロシアが変わって、ヨーロッパの列強の一角として浮上した。ロシア皇帝は、東ローマ皇帝の後継者を主張しており、1453年に、東ローマ帝国が滅亡して、以来、約300年ぶりに、キリスト教世界に2人の皇帝が並び立つこととなった。ヨーゼフ・一世の短い在位を経て1711年に、即位した。 カール6世は、対外戦争によって、ハプスブルク家の領土を拡大したが、唯一の男子が養成して女子しか子がなく、このため、1724年に、カール6世は、王女マリアテレジアを、後継者とすべく、国事証書を出し、諸国に、これを認めさせるために、多くの外交的、領土的な情報をしている。だが、1740年に、カール六世が死去すると、 フランス王類15世、プロイセン王フリードリヒ2世をはじめとする諸国が、マリア・テレジアのハプスブルク決戦終了継承に異議を、唱えオーストリア継承戦争が勃発した。また、帝国法は、女子の皇帝を認めておらず、このためハプスブルク家は、マリア・テレジアの夫、フランツ・シュテファンの皇帝選出を目論んでいたが、選出されたのは、フランスと結んだ、バイエルン選定校。 カール・アルブレヒトであった。1742年に、カール・アルブレヒトは神聖ローマ皇帝カール7世として即位し、彼が1437年に即位した、アルブレヒト2世以降、唯一のハプスブルク系外の皇帝である。だが、即位の直後に、バイエルンの首都ミュンヘンをオーストリアに占領され、カール7世は、フランスの支援が十分に得られないまま各地を、 転戦するうちにわずか3年の在位で1745年に死去した。オーストリアとバイエルンとの和議が成立して、次の皇帝にはマリア・テレジアの夫、フランツ・シテファンが選出された。1748年にアーヘンの和訳が成立して、マリア・テレジアはハプスブルク家世襲領継承を承認させることに成功したが、 シュレジエンをプロイセンに活用せねばならなかった。英明な君主であったマリア・テレジアは、オーストリアの内政改革を進める一方、シュレジエンを脱会するべく、外交を展開して、ロシア、ザクセンそして長年の宿敵だったフランスとの同盟を成立させたいプロイセン包位網を構築した。1756年に勃発した七年戦争で、イギリスと同盟したフリードリヒ二世は、 圧倒的な国力の差にもかかわらずいくつかの戦いで勝利して持ちこたえるが1761年にはイギリスの援助が打ち切られ苦境に陥った。だが1762年にフリードリヒ2世の信奉者だったピョートル3世がロシア皇帝に即位するとロシアは戦線を離脱しフリードリヒ2世は危機を脱した。オーストリア、プロイセンそして ザクセンとの間で1763年に締結されたフベルトゥスブルク条約により、プロイセンはシュレジエンを確保してヨーロッパの列強にのし上がる。これがドイツの覇権をめぐるオーストリアとプロイセンの対立の始まりとなった。フランツ一世は1765年に死去し、 後を継いで皇帝に即位した着南ヨーゼフ二世は母マリア・テレジアとハプスブルク君主国の共同統治に入った。マリア・テレジアとヨーゼフ二世は啓蒙的諸政策を実施してオーストリアにおける啓蒙先生主義を確立した。1780年にマリア・テレジアが死去して単独統治に入ったヨーゼフ二世は宗教勧誘令や修道院の廃止。 死刑制度の廃止といった急進的な刑務所改革を実施するも、反発を受け治政の晩年には、その大部分の撤回を余儀なくされている。オーストリアとプロイセンは1772年に、ポーランド分割を行って、領土を拡張させており、ヨーゼフ2世はさらに、バイエルン選帝校領獲得を企て、1777年に、バイエルン継承戦争を起こすが、 プロイセンの干渉によって一部の領土を獲得したに、止まった。ヨーゼフ2世はなおもバイエルン獲得を諦めなかったが、プロイセン、ザクセン、ハノーファーに諸商法が加わって、帝国国政の維持を掲げる、訓行同盟を結成し、ヨーゼフ2世の企てを挫折させた。ヨーゼフ2世は1790年に死去し、弟のレオポルト2世が定位を継承した。 ヨーゼフ二世一世の末期、革命の考えが広まることを懸念して、警察力の強化と政治的な抑圧が行われ始めた。1786年、オーストリア警察は下記の命令を受けている。一般大衆が皇帝とその政府について何を言っているか、この点に関して世論はどのように展開しているか、上流階級や下級階層に不満分子や、 場合によっては、先導が行われていないかどうか、密かに調査するようにこれらすべてを絶えず、本部に報告しなければならない。フランス革命と帝国消滅1789年時点の新生ローマ帝国。ハプスブルク君主国とプロイセン王国が過半を占め、その他の中小量報告家を取り巻いている。1789年にフランス革命が勃発した。 この際、オーストリア政府は報道の自由を厳しく規制した。当初、諸外国は、武力干渉を控えていたが、1791年に、フランス王ルイ16世とマリー・アントワネットの国外、逃亡失敗事件が起こると、皇帝レオポルト2世と、プロイセン王、フリードリヒビルヘルム2世はフランスにおける、王権復旧を要求する宣言を発し、これに対して、 フランス革命政府は宣戦線布告で応じた。レオポルト2世は開戦直前に死去しており、フランツ2世が皇帝に選出された。この頃、フランス革命の思想を持った人たちに対して厳しい措置が取られるようになり、1794年夏には革命賛同者のグループが検挙され、有罪となり、1795年1月には二人が公主刑、多数名が 長期刑の判決を受けている。オーストリアプロイセン軍は、フランス軍に進撃を阻まれて、反抗を受け、1795年までに、フランス軍は、オーストリア領ネーデルラントとライン川西岸を制圧し、プロイセンは、戦争から脱落した。オーストリアは、戦争を継続したが、イタリアでナポレオン・ボナパルトに敗れ、1797年に、 カンポ・フォルミオ条約の締結を余儀なくされた。同条約により、オーストリアは、ベネチアを獲得したものの、ミラノの放棄とオーストリア領ネーデルラントの喪失を承認させられた。アルプス越えのナポレオン・ダビッドが1799年に、第二次大仏大同盟が結ばれて戦争が再開したが、ブルメールのクーデターで権力を掌握したナポレオンが、 アルプス越えを観光して、マレンゴの戦いで、オーストリア軍を撃破し、戦争は1802年のリュネビルの和訳により、終結し、フランス2世はフランスによる、ライン川西岸地域の併合を承認させられた。リュネビルの和訳でナポレオンは、フランス併合地域の大大地をプロイセンその他の諸公に提供するよう要求し、これを受けて帝国は1803年に、 レーゲンスブルク帝国議会の代表者会議を開催して帝国諸法の再編成を決議した。これによって、マインツ大司教以外のすべての正解諸綱領の続回諸綱領への併合を及び、小規模両方国家と帝国都市の廃止と大諸綱領への編入が進められ、西南ドイツに新たないくつかの中規模国家が成立した。また、プロイセンは、 北西ドイツの領土を獲得している。1804年5月18日、フランス共和国政府は元老院令を発して、共和国を世襲皇帝に委ねると宣言し、ナポレオンはフランス皇帝を称した。フランス皇帝は神聖ローマ皇帝やロシア皇帝と異なり、もはや古代ローマ帝国との理念、歴史的関連性を持たない皇帝である。これに対して、 フランツ二世は、ハプスブルク家世襲領と皇帝の称号を守るべく、8月11日に、新生ローマ皇帝とは別のオーストリア皇帝を、称した。1805年に、第三次大仏大同盟戦争が始まった。オーストリア主力軍は、ウルムで、ナポレオンの迅速な軌動により降伏し、フランス軍は、ウィーンを占領した。フランス軍は、 追撃を行い、アウステルリッツで、フランツ2世と、ロシア皇帝アレクサンドル1世の率いる、オーストリアロシア連合軍と開戦して勝利した。プレスブルクの和訳でオーストリアは、ベネチア、チロールの割譲とバイエルン、ビュルテンベルクの王国、バーデンの大公国への昇格を認めさせられる。中小帝国両方はナポレオンを守護者とすることを決め、 1806年7月に、バイエルン、ビュルテンベルクをはじめとする帝国16両方が、マインツ大司教ダールベルクを、シュザ大司教皇とする、ライン同盟を結成して、帝国だったよ宣言した。ここに至り、フランツ2世は8月6日に、ドイツ皇帝大位と帝国の解散を宣言する。チンは、ライン同盟の結成によって、 皇帝の権威と責務は消滅したものと確信するに至った。それゆえに陳は帝国に対するすべての義務から解放されたとみなし、これにより陳とドイツ帝国との関係は解消するものであるとここに宣伝する。これに伴い、陳は帝国の法的指導者として先帝公、諸公そして盗賊その他すべての帝国の構成員、すなわち、 帝国最高法院そしてその他の帝国管理の帝国法によって定められた義務を解除する。フランツ2世のドイツ皇帝退院宣言、1806年8月6日、ハプスブルク家は新生ローマ帝国の消滅後も、オーストリア皇帝、ハンガリー王として、オーストリア・ハンガリー帝国を第一次世界大戦の敗北により瓦解するまで、統治し続けた。 ナポレオンの敗北により始まったウィーン体制により、1815年にオーストリア、プロイセンを含むドイツ諸法39カ国によって構成されるドイツ連邦が成立した。ドイツ統一をめぐるオーストリアとプロイセンの対立は19世紀後半まで続いたが、1866年の広島戦争でのプロイセンの勝利によってドイツ連邦は解体され、 翌1867年に新たにオーストリアと南ドイツ4カ国を除いた北ドイツ連邦が成立した。オーストリアを除くドイツ諸法が統一されるのは、不仏戦争でプロイセンと南北ドイツ諸法がフランス帝国に勝利し、プロイセン王ヴィルヘルム一世がベルサイユ宮殿で皇帝に即位してドイツ帝国が成立する1871年に1月18日の ことである。新聖ローマ帝国は、今日の国々のような高度に、中央集権化された国家ではなく、盗賊と呼ばれる王、公爵伯爵司教、修道院長及びその他の統治者に支配される、数十の両方に分かれていた。また、皇帝に直接支配される地域もあった。皇帝が単純に法令を発布して、帝国全域を、 自律的に統治し得た時代は存在しなかった。皇帝の権限は様々な地方領主たちによって厳しく制限されていた。中世世紀以降、神聖ローマ帝国は帝権を排除しようと抵抗する、地方諸国との不安定な共存政策に特徴づけられる。フランスやイングランドなどの中世の諸王国と比較して、皇帝は自らの統治する領土を十分に支配する力を、 獲得し得なかった。反対に皇帝たちは敗位を避けるために、勢俗領主たちにより一層の権限を授与することを強いられた。このプロセスは11世紀の女人権闘争に始まり、1648年のベスト・ファーレン条約でおおよそ完了している。幾人かの皇帝たちはこの自らの権力の弱体化を食い止めようと試みたが、 教皇や諸皇によって妨げられた。ウィーン王宮宝物館にある神聖ローマ帝国の王冠皇帝は、ドイツ王国、イタリア王国、ブルグン島王国の三つの王国の統治者であった。これは、カロリング朝、フランク王の正式な称号が、フランク人、ランゴバルト人、ローマ人の保護者であった伝統を引き継いでいる。皇帝となるためには、その人物は、 まず三つの国王としての大冠式をそれぞれ別の場所で行い、その上で教皇によりローマ皇帝に退官された。帝国の重要な特徴は選挙王制である。旧世紀以降、ドイツ王は国王選挙によって選ばれており、この時期、彼らは最も有力な部族の五人の指導者たちによって選出されていた。ただし、 中世世紀の三王朝時代では事実上の世襲が行われており、実際に選挙原理が働くのは王答が断絶した非常時だけだった。ハイン・リヒ三世は皇帝退官式を挙行するまでの7年間、ローマ王を称しており、以降、皇帝予定者はまず、ローマ王を称するようになった。また、皇帝の存命中に後継者をローマ王に選出させることもあった。 大空位時代以降においては、選挙原理が働くようになり、ドイツ王国内の主要な公爵や司教たちが、ローマ王を選出している。1356年にカール4世は、金印直承を発布して7人の選定校を定めた。皇帝候補者たちは、票がためのために選定校たちと選挙協約を結んで、特権面での情報を約束させられた。選出されたローマ王は、 名目上は教皇による退官を受けねば皇帝を名乗ることができなかった。多くの場合、国王たちは他の責務に時間を取られて皇帝退官には数年を要しており、しばしば彼らはまずは北イタリアの反乱や教皇本人との不和を解決せねばならなかった。1508年にマクシミリアン一世が教皇から退官されることなく皇帝を称してからは、 後期の皇帝たちは、ローマ皇帝に選ばれし者の帝裁を取り、教皇による体官を省略して、ドイツ王イコール、ローマ王に選出された時点で皇帝を名乗るのが、慣例化した。教皇によって体官された最後の皇帝は1530年の、カール五世である。ゴスラーの歴史と指定国は特定の首都を持たず、中世初期から、中世世紀の皇帝イコール、 ドイツ王は王国をめぐり、その時々の皇帝の所在地で、宮廷会議や、教会会議そして、法廷の開催や受風といった行政を取り行う、旅する王権の統治方式をとっていた。しかしながら、帝国統治の中心は全土に、くまなく所在するわけでもなく、ザクセンアサ、ザリエルアサの称王は、ハルツ山地周辺のプファルツに王宮を造営して、 国王支配領域を形成しており、ゴスラーの歴史都市はその一つである。また、オットー賛成以降は、帝国内の司教管区も一時的な成長として、活用するようになっている。ホーエンシュタウフェン長は、権力基盤のシュバーベンに加えて、ザーレ・ウンストルート川流域や、ラインマイン川流域、ライン、川上流域に、国王支配領域を形成した。大空位時代以降は、 諸皇の自立性の高まりにより国王支配領域を形成することはできなくなり皇帝たちは各々の家門の領地から帝国の統治を行っている。フェルディナント2世以降はハプスブルク家諸領のウィーンが工場的な宮廷所在地となった。国王に対する誠実宣誓1512年政策の規範が初期のドイツ王は部族大公によって選出されていた。 部族大公は、フランク王国によって、征服統合された、ゲルマン所属で、フランク王から、大公の官職を任命された者たちである。フランク王国の部族大公は8世紀頃に、解体されたが、カロリング朝末期に復活し、ザクセン大公、フランケン大公、バイエルン大公、シュバーベン大公、そしてロートリンゲン大公が確立した。 部族大公は12世紀末まで帝国における主要な役割を果たしている。夫一世に始まる帝国教会政策により、三王朝時代の皇帝たちは大司教、司教、修道院長を任命して、所領を寄進し、特権を与えるなど彼らとの霊園的な絆を結び、教会を帝国の制度基盤となした。ザクセン朝とザリエル朝の皇帝たちは大皇領。 天教白領、白領は霊園的なものではなく、官職として扱おうとしていたが、ロタール三世の時代に帝国の封建化は発展し、12世紀から13世紀の法園主太夫典長の時代に霊園化が進められて、部族大公領が解体され、国王を最高風主とする帝国国政の封建化が完了した。12世紀末の時点で政界諸侯の他に、 以下の20の世俗諸侯がいた。オーディンズ・サクリ・ロマニー・インペリー。1606年作帝国両方の数は、相当数に及び、18世紀末の時点で、両方貢献を有する両方314、自立権力を有する、その他の帝国騎士領は1475矢に上った。これら商法のいくつかは飛び地を含む数平方マイルの、規模しかなく、 そのため帝国はしばしばパッチワークと呼ばれた。皇帝と直接的な封建関係を結んで帝国府を受封された者は帝国盗賊とみなされた。帝国盗賊は以下のものである。1495年ボルムス帝国議会の時点では、先帝公7、正界諸公、続会諸公、帝国自由都市83となっている。 1675年帝国議会帝国議会は、新生ローマ帝国の立法機関であり、その起源は、皇帝が諸公に重要事項を諮問する、宮帝顧問会議や大空位時代の選挙人、集会であり、1356年の金印直書によって成文化された。帝国議会は3つの部会に分かれている。第一部会である先帝公部会は1273年に、 現れ、ローマ王選挙権を有する選定校によって構成される。第二二部会の諸公部会は1480年に成立したもので、その他の諸公や帝国博によって構成される。諸公部会は二つの議席に分かたれており、一つが世俗諸公もう一つが正解諸公である。行為諸公は個人票を持ち、その他の博や行為性職者は、 地域別に分けられた集合票になっている。各々の集合票は一票扱いである。18世紀半ばの時点で個人票は100票、集合票は、高位聖職者2票、白4票となっている、第3部会が、帝国自由都市の代表によって構成される、都市部会であり、シュバーベンとラインの2つの集合票に分けられる。各々の集合票は一票扱いである。 帝国議会への自由都市代表の出席は中世後期から一般的になっていたが、彼らの出席が公式に確認されたのは1648年のベストファーレン条約以降のことである。都市部会は他の部会と対等ではなく、この部会がキャスティングボートを握ることを防ぐべく、他の2部会の決定が下された後に意見を求められる形式になっていた。 1521年には87都市が出席権を有していたが、都市の衰退などの事情により1803年の時点では3都市に激減している。18世紀の帝国最高法院帝国の司法機関としては皇帝が主催する宮帝裁判所が存在していたが、15世紀の帝国改造運動の一環として司法改革が求められた。 フリードリヒ3世は、司法は、皇帝のレガリアであるとして、改革に抵抗していたが、マクシミリアン1世は、諸公盗賊の要求に妥協をし、1495年に永久乱と平和令を施行させる機関として、専門の法律家による、帝国最高法院が開設された。だが、マクシミリアン1世はこれに対抗すべく、国王、皇帝の裁判所である。 帝国区内法院をウィーンに開設しており、帝国には2つの最高法廷が存在することになった。帝国最高法院はフランクフルトに開設され、その後、ボルムス、アウクスブルク、ニュルンベルク、レーゲンスブルク、シュパイアー、エスリンゲン再びシュパイアーへと移転した。アウクスブルク同盟戦争の際にシュパイアーが破壊されたため、裁判所はベッツラーへ移転し、 1689年から帝国が消滅する1806年までここに所在している。要裁判所は通常の刑事、民事訴訟は扱わない上訴の最上級法廷である。帝国裁判所は諸公官や諸公と帝国盗賊との係争を指摘な武力行使ではなく、 法的手続きによって解決することを目的としており、制度は1670年代頃に定着して、帝国の平和維持や宗教対立の緩和に一定の役割を果たしている。1560年時点の帝国、クライス地図帝国改造の一環として、1500年に6管区の帝国クライスが設置され、さらに4管区が1512年に設置されている。クライスは、 帝国最高法院売席判事の選出、平和維持と防衛の分担調整、貨幣制度の監督、そして公共平和の維持を目的とした帝国内処方のほとんどを含む地域行政単位である。各々の,の,のクライスは、クライス会議の名で知られる、独自の議会とクライス内の問題を調停する一から三人のクライス工事事項担当諸行を有していた。 バイエルンクライス・シュバーベンクライス、オーバーラインクライス・ベスト・ファーレンクライス、フランケンクライス・ニーダーザクセンクライス・ブルグント、クライス・オーストリアクライス、オーバーザクセンクライス・クールライン、クライスすべての領域が、帝国クライスに含まれているわけではなく、ボヘミア王の領土、帝国騎士領や、帝国内のドイツ騎士団領地などの商法、そして、スイス、 北イタリアの帝国諸行は除外されている。宗教改革から続く帝国郵便を、ルドルフ2世は1597年に公認して、両方郵便を禁じたが、君主国の郵便は堂々と営業した。ゲラルド・ファン・スーイーテンは、イエズス会の検閲制度を段階的に帝国のものへと転化した。その過程ではモンテスキューによる法の精神が発禁解除となった。 帝国郵便は、新聞の流通を掌握し、検閲網となった。このような体制は、ドイツ統一まで続き、万国郵便連合の基礎となった。18世紀フランスの思想家ボルテールによる、神聖でもなければ、ローマ的でもなく、そもそも帝国ですらないとの神聖ローマ帝国表は、特に有名であるが、17世紀の法学者、プフェンドルフも、 帝国を国家論の規則に外れた、妖怪に似たものと評した。また、帝国解散の新聞記事を読んだ日のゲーテのけない日記も当時の人々の帝国に対する無関心ぶりを示す例として知られる。一方で、18世紀後半のドイツ法学者ピッターは、帝国の法維持機能を積極的に評価し、その国家性を強調している。 ドイツ帝国が成立した19世紀中盤以降のドイツ歴史学会は権力国家志向であり中央集権化に失敗してナポレオンに敗れて消滅した新生ローマ帝国を民族を分裂させドイツの利益を守り得なかった政治的ものをと断じこれに対して権力国家を構築してドイツ統一を成し遂げたプロイセンを擁護するプロイセン中心主義的解釈を取ってきた ナチスドイツの経験と第二次世界大戦の敗戦によって権力国家概念は信用を失ったが新生ローマ帝国が近代国家への転換に失敗した体制であるとの解釈は続いた。1960年代から西ドイツの歴史学会で従来の集権的な国民国家を 唯一の歴史的選択肢とはしない、神聖ローマ帝国に対する修正主義的なアプローチが出始めた。1980年代以降、この修正主義的解釈は活発化し、その主な論旨は、帝国の構造を皇帝と諸行とに二元主義的に理解せず、帝国議会、帝国裁判所、帝国クライスなどの多様な構成員からなる帝国諸制度の相互作用や、 公共同体としての側面を考察することである。この修正主義的再評価から、帝国が、ベスト・ファーレン条約以降全く、ドイツで、宗教戦争が起こることなく、新旧両派が共存できたのはなぜか、あるいは小国に分裂したのであれば、なぜその小国軍のほとんどが、帝国崩壊まで名務役を保つことができたのか、といった疑問に答えるために、 マクシミリアン一世に始まる帝国改造を指摘する者も,もいる。帝国改造によって皇帝権力から独立した司法制度と帝国クライスを単位とする軍隊制度が創設されたため宗教対立などの紛争は裁判所において解決が図られ対外戦争に対しては一致して対応することも可能になったという主張である。またベストファーレン条約についても 否定的側面のみでは捉えず、以後150年にわたり、両方の独自性を維持しつつ、ドイツの完全な分解を防ぐ、法共同体を構築した役割、さらには今日に続く、ドイツ連邦制の基礎になったと評価する見方もある。ありがとうございます。